ろんなことがこの1週間2週間ですかねの間にありまして、古畑任三郎僕大好きなんですけども、田村正和さんがねお亡くなりになられたというお話から、おめでたい話だと星野源さんが結婚されたというお話があって、非常にこの2週間なんか前の放送終わったところぐらいからすごいいろんなニュースがあってね、いろいろ目まぐるしい気がした2週間ではありました。僕としては来月ですね、動画を出すと言っておりました動画が完成しております。すごくないですか予定よりもうすでに納期を1週間早いっていうね、この、いやー我ながら予定通りに今んとこ動けてるというところで、果たしてこの予定が来るのが一体いつなのか狂わないことを祈りながら今夜も始めたいと思いますけれどもそう、今夜はね、芝氏のお話とか桃の石のお話だとか、芝畠山といったね、メンツから大友の話なんかもいろいろ出てきますんで、皆さん楽しんでいっていただきたいと、思っております。右京の大政元、改め、古畑右京の大部でした。空前の室町時代ブームの到来です。正常のある六角、こいつらいつも京都脱出してんな。金閣に金箔発してくる。それと畠山が再分裂してるのはこの世も室町時代フィーバーだぜ。なんじゃそりゃ。ゆっくり実況や論文解説、挙句の果ては替え歌まで、何でも屋の慣例右京の大部政元がお届けする約2時間括弧当社費の生放送、今夜もいよいよスタートです。オールナイト幕府、5月29日土曜日、時刻は夜8時30分を回りました。生放送でお届けしていくオールナイトバック、今夜もおいて私右京の大部政元がお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、いろいろありましたが無事生放送やっております。まあ僕は別に何もないんでね今夜もたくさんの方来ていただいております、ありがとうございます。待機中風呂よし、いろいろありますね。こんばんは、こんばんはといただいております、ありがとうございます。どんどん気合い入ってる感じですねって、まあまあ予定を出したからにはちょっと頑張ってますね。大事な回なのに下ネタ満載のおげんさんの俺の気分、あの方ずっと下ネタ言ってますからねそう、星野源さん下ネタめちゃくちゃ言ってますもんね。野球と時間がかぶってる、あ、そうなんですね。ちょっと僕はスポーツ観戦あまりしないもんでね。あ、そうですね、明日はいよいよアレな日ですね。はい、いよいよアレな日ですけど、僕実はあれなんですよね、晴天一周遅れて見ててちょっとね余裕がなくて、今見る余裕が一周遅れて見てるんで、まだまだもう一周先なんですけど僕はちょっとね終えてないっていうね、だからちょっとツイートもできてないんですけれども、ちょっと申し訳ないんですが、エンシローファン本当ですよね、本当に僕も平岡エンシローは晴天の中では一番好きと言っても過言ではないぐらい本当にいいキャラしてますよね、あれね。そう、あれが退場しちゃうのはすごい残念ですけどね。9時からゴジラが始まってしまう、今夜ゴジラなんですね。ちょっとあんま僕もテレビのあれを把握してないんですけれども、谷口優太さんの新著が面白かったですっていう方がいらっしゃいますね。そうですね、僕も買いました。足利武家の王足利氏ですかね。なんだったら今夜のこのあなたの知らない武家会議の世界を作るのにちょっと使いましたし早速使いましたし、そう、谷口さんの方面白いですよね。ちょっと論文ガチの研究所の方が先に出てて、
足利の権威と決闘でしたかね。あっちをちょっと買おうか迷ってるぐらいちょっと面白かったですね、あの本はね。あ、堤真一が良すぎるんやな、本当ですよね。牛一さんどうもこんばんは。そう、堤真一やっぱりすごくいい役者さんですよね。まあ僕がね、あ、なんか何を言っとるんだって感じですけれども、僕なんかが言えるあれじゃないですが、すごい見ててね気持ちがいいですよね。武家の方がすごく読みやすかったです。やっぱり歴史何でしたっけ、あれ日本史リブレットでしたっけね、あのシリーズだけ基本的に読みやすいですよね。そう、あのシリーズで結構日野富子の話とかいろいろあるんですよね。身長早速使う解説者の鏡、そうですね、もう使えるもんどんどん使っていってるんで、もう何でも使いますけれども、そうですね、そう今日なんかいろいろ喋ることはあるんですけど、お昼ぐらいにですね、今日は三好元長の解説をしていらっしゃるお坊さんの YouTube ライブを見てたんですけど面白かったですね。そう、まず三好元長の解説をしているお坊さんの YouTube ライブっていうこの単語が並ぶことがまずないんですけどお坊さんと三好元長はまあギリつながったとして、それと YouTube ライブがつながることがまずないですからまあそれをね拝聴というか拝見させていただいてたんですよ。非常に面白かったですね。憲法寺というですね、非常に三好元長と縁の深いというか、まあ、因縁があるというか、そういったお寺の住職さんが、住職さんなんですね、僕てっきり住職さんじゃないそのなんていうのかな、 部下って言ったらおかしいけど、そのあそこのお寺のお坊さんっていうだけなのかと思ってたら、まさかの住職さんなんですね、あの方ね。そう、住職さんがこの三好元長について1時間解説するっていう YouTube ライブだったんですよ。そうなんですよね、まあ、来てらっしゃった方はあれ結構限定公開みたいな感じで、その URL を公開してなかったんですよ。で、メールでね、応募したというか見たいですっていう風にメールを送ったら、まあ、誰でも見れるんですけど、まあその過程を経ないと見れない、逆に言うとね、メール送らないと見れないんで、見てらっしゃる方はまあ結構限られた人たちで、その中に小鹿神さんもいたんですけどそう、僕がね、ちょっとまあ少ない人数のね生放送だったんで、まあコメントとかした方がいいかなと思って、ちらちらほらコメントしたら、そう、小鹿神さんが急にコメントでパッて登場してて、あ、いるんだと思っていたわと思ってねそう偶然出くわしたっていう話なんですけど、そう、内容の話をするとね、すごく初心者向けに優しく解説してらっしゃって、でもね、僕の目が正しければあの方は歴史オタクですね。そう僕の目が正しければあの方は間違いなく歴史オタクです。そう、なぜかというとですね、まあ、三好元長の解説をするってなった時に、まあまあ普通だとね、その三好元長っていうのがいつ生まれてどういう立場の人で、こういう生涯を歩んで、で最後はこうなったんですよみたいな感じで話していくんですけど、その途中でね、堺幕府の話を始めたんですよ。でまあね、三好元長を解説するには確かに堺幕府の話をね しないわけにはいかないというかね、そう、足利義綱の下で、三好元長っていうのは力を持ちましたから、その話をしないとダメなんですけど、堺幕府の説明するのに今谷明先生という方がいらっしゃってってとこから始まったんですよそう、今谷明先生っていう方があって言い始めた時点で、あ、こいつクソオタクだなと思ってあ、さてはこいつさてはこいつただのお坊さんじゃないなと思って、すいませんね、もう20歳も上の人でこいつとか言っちゃって申し訳ないですけど、本当にね、だからすごく多分お詳しい方です。そうで、見ててもやっぱりね、ちゃんと研究書を読んでらっしゃる方の解説の仕方でした。言い過ぎないように注意されてましたし、すごくね、そう、今谷明先生がその堺幕府っていうのを唱えて、そこから存在が知られるようになったんだよって話から始まってはいたものの、でもまあその足利義綱と義治って2人の将軍がいて、最終的に春元、細川春元がね義治の方についちゃうっていう話もしてたんで、おお、なんかすごいなと思って今の時代お寺の住職がお寺の住職さんが歴史解説をやるのかとちょっとびっくりしちゃいましたけれどもね。そう、なかなか面白かったですね。あ、現状期の方しか予約してなかったんですよね。そうなんですか。ちょっと僕はね、ちょっと記事を見た途端にいきなりもう
てかあれも会社行く電車の中で僕はスマホで応募した覚えがありましたが、そう予約したんですけれども、そう今谷明さんの本を紹介してる時点で絶対オタクなんですよ、間違いない。僧侶プラス三好氏イコール YouTuber。 そう本当にねめちゃくちゃ面白かったんですよ。まあもちろんね、内容としては僕がやってる解説の内容と割と被るところも多かったんで、なんていうのかな、やっぱりねこれはね、もう動画投稿者でもお坊さんでも一緒なんだなと思いました。言いたいこと多分もっといっぱいあるんだろうなっていうのがひしひしと伝わる。そうなんか足利義綱に関してもこの人もすごく面白いんでちょっと別の機会でお話しさせていただきますねって言ってて、別の機会を作ってまで足利義綱の話をしようとしてる時点で大好きじゃんみたいな、この時代さては大好きな人だなと思って、そういやすごいね、すごい面白かったです。新進気鋭の僧侶系解説 YouTuber がちょっと登場したという話をね、じゃあ皆さんにも共有しておきたいと思いますね。今谷氏は力オタスカウターだって力オタ度を測るやつかっていうね。あ、まあ、確かにね、お坊さん、確かにお寺って当時の高等教育機関、確かにそれはそうですね。ちょっと舐めてましたね、僕がね。そうですね、寺はもともと勉強するための場所、そらそうですよね。バベ先生を布教よって言ってますけど、多分ね、あの方、バベ先生も知ってらっしゃると思う。だってあのね、その僧侶の方、そういう YouTuber の方、ちょっとお名前ちゃんと言っとかないとダメだな。何さんだったかな、菅原善流さんっていうね、すごいかっこいい。これもあれなのかな、僧侶のお名前なのかもしれないけど、そう菅原さんはね、どういうふうにおっしゃってたかっていうと、その、足利義綱と足利義治がいて、三好元長はどっちかというと義綱の方を押してて、その細川晴元は高国がいなくなったら義治の方に行ったんだよって話をしてる時点で、これバベ先生の、論説なんですね。そうなんですよ、晴元とその元長の思考の違いというか政権のね方針の違いってどうその違ってたのかっていう話で、三好元長っていうのは基本的に足利義綱を押してたんですね。ただ晴元は、まあ、はっきり言ってどっちでもいいと、で晴元は高国がいなくなったから義治の方に着いたという話があって、その辺の話をねさらっとしてたんですよ。だからさらっとしてる時点で、ああ知ってるなと思って。いやだってね、その放送の中で、そのすいませんね、なんかいや本人いらっしゃらないところでこんなにベラベラ喋っても申し訳ないんですけど、その放送の中で何回かクイズを出しちゃったんですよ。そう、三好元長クイズみたいな感じでね出してらっしゃって、まあ視聴者参加型みたいな感じでね3択の中で選ぶっていうのがあったんですけど、その問題にね、まあ例えば一番最後とかは三好元長が亡くなった50年後にその同じ6月に亡くなった武将はどれでしょうみたいな問題があったりとかして、まあ、それはそれでいいんですけど、途中の問題の一つに鷲尾高安が書いた日記二水記ってあるんですけど、二水記の二水っていうこの名前この二水記っていうこの二水っていう名前は実は一つの漢字をばらして作られたものです。さてこれはどの漢字をばらして二水になっているんでしょうっていう問題が出てきて、えっこれ三好元長の解説をしてらっしゃるんですよねと思って、なんで二水記の話をしてるんだと思って、っていうか僕も知らなかったですし、第一それ二水記ってクイズのね答え的に言うと、その二水記っていうのは実は永遠の A という字をばらして二水にしてるんですって。でそれなんでかっていうと、永正元年に書き始めたから永正の A の字を取って二水ってしたらしいんですって。そう、それ僕全然知らなくて、菅原さんがさらっとそれを解説してらっしゃったんですよ。そう、永正の A の字から取って、その A の字っていうのは永遠の A の字をばらして二水になったんですよって話をしてて、おーすごいなと思って、ちょっと僕も知らなかったそれと思って、いやー本当にねこの人は絶対歴史オタクです。ちょっと偏見マシマシで申し訳ないですけど、そう絶対歴史オタクです。しかも相当マニアックな歴史オタクだと思います。はい。
なんで今後もちょっと皆さん、憲法寺の住職さん、菅原善流さんにご注目していただければと。これは一体何様なんだって感じですけど、そうでもすごく楽しくなっちゃってね。そうこういう風に一緒に解説をする人がね、しかもお坊さんでなおかつ憲法寺のお坊さんってね、すごくこの時代にゆかりのある、お寺の住職さんですから、なんかそういう方がね歴史解説をしてらっしゃるってすごい、まあ、嬉しいというか、まあ、面白いというか、なんかそういった気持ちになってね、ちょっと紹介をさせていただきましたというところですね。はい。ミスター仏像ですね。誰がうまいこと。いいんじゃないですかそれ、名前でそれミスター武士道さんみたいな感じ、ミスター仏像さんっつって。パクリじゃないかって言われそうですけど、あ、そうですね、三好だったら法華宗じゃないかな。そうですね、そう、その話も知らなかった話なんですけど、これベラベラ喋っていいのかな。まあまあまあ、あの情報自体はね、あのお坊さんしか知らない情報とかではなくて、多分研究書とかを読まれて紹介されている情報なんで、まあ情報自体はあの言ってもいいと思うんですけど、あのそうなんですよ、三好家ってね、法華宗の断乙だっていう話はあったんですけど、実は三好元長以前ってその法華宗と何ら関係なかったらしいんですよ。あの法華宗に直接、例えば三好元長が法華宗のお寺に何か寄進したとか、そういった事実が全くないらしくて、でおそらくは三好元長が憲法寺で自害をしたっていうことがきっかけで法華宗の断乙みたいになったそうなんですって。だから三好元長が自害するまでは法華宗とかあんま関係なかったらしいという話も、そこで僕も初めて知って、そこでも知らなかったんですよ僕ね。そう、そうなんだと思って非常に勉強になりました。いやー、楽しい楽しいね時間でした。ということで、まあ、そんなね菅原善流さんが、住職さんを務めてらっしゃいます、憲法寺では来月6月、何日でしたっけ、20日でしたっけね、ちょっと日付をちゃんと見よう、告知をね、せっかくお話で盛り上がらせていただいたんでちょっとお話をしますが、そう、元朝期っていうですね、三好元長の追善供養というのをですね憲法寺で行っているようなんですが、それがですね今年はまあコロナウイルスの影響があって、オンラインで行われるそうで、これも応募したら誰でも見れるというところなんですね。で、これ6月20日でしたっけね、ちょっと僕も日付が怪しいんですけど、6月20日にこれが行われるそう で YouTube から見れると。だから誰でもですねメールを送って、事前にねメールを送って参加しますというふうに、菅原さんの方にメールを送っていただければ、というかね、あのホームページ見てください、憲法寺ホームページあるんで、そのホームページに大体そういうこと書いてますし、菅原善流さんのツイッターもございますので、もうお坊さんのツイッターって何なんだよって感じですけど、まあね時代も時代ですから、そういうこともあります。なのでね、そう、あの菅原さんのツイッターとか憲法寺の、ホームページからぜひぜひ皆さん参加をしてあげてください。で追善供養だけじゃなくってね、面白い企画をいろいろやってらっしゃって、ですね、鶴崎博子先生でいいのかなっていう方の講演、この人結構茶の湯とかの研究、文化面の研究をされてらっしゃる方で、三好元長三好朝廷府史の文化という題目で講演を行うそうで、その講演も見れると、でプラスアルファは三好元長のなんかイラストをねこの日公開すると、イラストレーさん、レータさんの方にね三好元長のイラストを描いてもらって、なんていうのかな、この日にこういう絵になりましたっていうのを公開するそうで、まあいろいろやるそうなので、ぜひ気になる方は、憲法寺のホームページまたは、菅原善流憲法寺住職さんのツイッターまでよろしくお願いいたします。僕も予約しようと思います。ということで、ちょっと話が盛り上がっちゃったな、20分も過ぎちゃったよ。今夜はすいません、三好元長の話ではないんですけれども、あなたの知らない武家界の世界第2回、エモン兵衛の神の世界ということで、エモンの神兵衛の神について、歴史を見ていこうと思います。まあ、前回はね、様の神馬の神と言いながら様の神の話しかしてなかったんですが、今回は、エモンの神兵衛の神どちらもやります。そしてエモンの神兵衛の神といえばあの武士だよねと思ってる皆さん、さあ、その思い浮かべた武士が一体どういうふうにこの獲物の神兵衛の神に任命されたのか、そんな詳しい話まで、できればしていきたいなと思っておりますので、今夜もこの後
10時半か11時ぐらいまでいつも大雑把ですが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。今夜も山城が室町通り旧花の御所よりやってる気持ちで生放送。今夜は公家屈指の高官であったはずの右衛門兵衛の神がどうして武士の世界で乱行と言ったら言葉が悪いかな、いろいろ使われてしまうようになってしまったのか、そんな過程を見ていきますので、今夜もよろしくお願い立てまつり。ソロ長く話しすぎて楽しくて、初代将軍足利尊氏、二代目将軍足利義昭、三代目将軍足利義満、四代目将軍足利義持、五代目足利義和、六代目足利義教、七代目足利義勝、八代目足利義政、九代目足利義久、十代目足利義胤、十一代目足利義澄、十二代目足利義晴、十三代目足利義輝、十四代目足利義秀、十五代目足利義昭。ナイトバック。生放送でお届けしていくオールナイトバック、今夜もお相手は私右京の大分正元がお届けしてまいります。というわけでここからはメインの企画でございます。あなたの知らない武家官位の世界、第2回あなたの知らない右衛門の神兵衛の神の世界をお送りしていきたいと思います。稲川新右衛門さんしか知らないぞ。まあ、新右衛門はお名前であってちょっと官位ではないんですけども、最近の動画の芝さんとか畠山さんとかね、そうですね、芝とか畠山が任官された官位でもありますね。官位コレクションへの道第2弾、誰かね、そのゲームを作る方が見てらっしゃったらいいんですが、さあということで、足利義経はわしがいない総称と言われてるの、ちょっと申し訳ない、ちょっと久保は今夜出てきません、申し訳ない。さあそれでは早速参りましょう。今夜は右衛門の神兵衛の神をお届けしていきたいと思います。さあ第2回のテーマは右衛門兵衛の神ということで、室町時代以降ですね、鎌倉期には限られた人にしか任ぜられることがなかった高官への任官事例が出ます。まあ、これ前回も、いくらかお話ししていたんです。左衛門の神とか右衛門の神はそうですね、時代が下るにつれてだんだんこう高いはずだった官位がいろんな武士が任ぜられるようになっていくという形なんですが、その中で、おそらく最も高官と言えるんじゃないかというのが右衛門兵衛の神である。まあ、様の神とか馬の神っていうのは、あの足利家の官位になったとか、もともとが北条氏が名乗ってたとか、そういうその由来があるために武家の中で特別扱いされてたっていうパターンの官位だったんですね。ところが今回のこの右衛門兵衛の神っていうのは武家の世界だけじゃなくって公家の世界でも相当レベルが高いと、まあ、そういった官職なんですね。で特にですね、まあ、毎度おなじみ大立上皇諸殺令諸殺書、大立、JK こと大立上皇の書いた記録によると、四式大夫、この四式大夫というのは首里の大夫、大前大夫、大前大夫、右京大夫、左京大夫ってあるんですけども、そういったものから相模の神、武蔵の神とか、まあ、いわゆるレベルの高い官位と言われる中でもそれよりも上だとされる。じゃあこんなレベルの高い官位っていうのが一体どういう武家に任官されるようになったのかっていうことを見ていきたい。なんで今回はその前回みたいになんか結局足利の官位でしたとか、なんかそういう結論っぽいものがあんまりなくって、まあ、こういう風な人が任官されてきましたよっていう歴史を通覧していくというのが、まあ、メインになってます。官位娘馬娘ならぬですね。ああ、大友総理のイメージが強い。確かに大友氏公に出てきますよ。あ、三義よりかは軽いですね、おそらくね。
さあそれではまずはですね平安期の話から入っていきたいと思います。平安時代、まあもともとですね官位官職が、まあ、まともな役割を持っていたのはこの平安時代なんですが、当時はですね御所警護の職として置かれていたものでした。でこの右の図を見てもらうと分かるんですけれども、いわゆる代理、天皇がいらっしゃる代理の中を警護するのが近衛府の所管でありました。まあまあ代理、の門を警護するといった方が正しいのかもしれませんが、でさらに外側、その代理の外側を警護するのが兵衛府で、さらにその外側を警護するのが門府というふうに決まっているんですね。なので、まあ、守備範囲的に言うとこういうふうに同心円状に決まってて、まあ、もっと端的に言うとこの外壁プラスアルファ門ですよね、まあ、門番みたいな感じで、この衛門府の神とかね、衛門の神とか兵衛の神に任せられている人たちが、まあ、そういったところを守る、門を守る門番的な役目で、まあ、本来は置かれていた職業というものでした。まあその役割なんてこの1ページだけなんですけどその話をするのはこの1ページだけなんですよ。で、あ、皇室警備員みたいな仕事、近衛の方が偉いのかな、まあ、近衛兵っていう言い方をするように、まあ、近衛の方が、なんていうのかな、近しい、天皇と近しい場所を警護するっていう意味では、まあ、当時では上なんでしょうね。さあ高官といったものの、実は官位相当制というのがありまして、まあ、これは、受難位とか、難位受難位とか難位についたらどういう官職を得られるかっていうのが、まあ、決まってるんですね。難位の人はどういう官職っていうのが決まってるんですが、そのシステムの上では実は受信位の下なんですね。だからそんなに本来は高くないんです。受信位の下に任せられた人がこの獲物の神とか兵衛の神に任せられるはずなんですけど、実際はこれ単体で任せられるという人よりも中納言とか参議になってる人が一緒に任せられる、検体するっていうパターンが多くて、実際はもっと上の人が他の中納言とか参議兼獲物の神みたいな感じ、左衛門の神、上門の神みたいな感じになってたと。つまりはですね、本来は受信の下相当の官職なんですけど、実際に任せられている人を見ていくと2位とか3位とかそういう人が割といると。なので公家の中でも相当レベルが高い官職なんですね。特務大臣兼皇室警備員すごいすごいごぎょうぎょうしい名前がついてますね。確かいつからか5位から C 位になったんでしたっけ。お、あ、エモンの神と兵衛の神ですかね、っていうことでいいのかな、ちょっとそこだけちょっと読んじゃって分かんなくなっちゃったけど、そうなんですよ。あの実はねこれも官位相当度制自体もまあ変遷があるんですよね。なんかその時代によって何位に相当されるかっていうのが変わってて、実は8世紀の末ぐらいにこの受信位の下っていうのに変わってるんですね。なのでそれまではもうちょっと下だったんですよ。正午位の上とか正午位の下だったんですけど、まあそこからですね8世紀末ぐらいにこの受信位の下になったんですけど、ただ実際は受信位の下よりももっと上の3位とか C 位の、参議とかが検体して持ってるというような状況だったっていうことですね。さあただ交換は交換なんですけど、まあ、時代が下るにつれて任官される位階がだんだん下がっていくと、まあ、これは武家でも一緒なんですね。最初は偉い人しか任ずられていなかったんですが、だんだん下がっていくと、いろんな人が任ずられるようになっていくというのは公家の世界でも、まあ、同じだったということですね。で今夜話すのは武家の話で、これはね様の神馬の神とはちょっとレベルが違くて、武家の任官令って今鎌倉期の話をさせていただくんですが、鎌倉期はないんです。はっきり言ってもうないに等しいんです。
で唯一と言っていいのがこの源頼家、将軍ですよね。なのでちょっと 論外というか、しかもこの源頼家ですら職現象っていうね、その昔の官職とか官位について書かれた本の中でも別義と、つまり特別になったじゃないかなって言われてるレベルですね。つまり将軍レベルでも特別になったと言われるような官位なんです。でこの下のね、藤原頼経、まあ、これも鎌倉時代を詳しい方はご存知かと思いますが、摂家将軍なんですこれね。はい、摂家将軍というのはですね、まあ、鎌倉時代というのは源氏の時代と言いながら、実はですね源氏の嫡流というのがすぐ途絶えてしまって、その後というのは親王だったり、もしくは摂関家の人間を鎌倉に呼んできて将軍に見立ててたというような状況がありました。で藤原頼経もその人物だったんです。つまりは武家じゃないんですこいつ。武家官位と言いながら、この藤原頼経は、まあ、公家なんですね扱い的には。なんで公家と同じようにさっきみたいな検体のような形で、権大納言っていう官職になる前提として任官されたというだけで、この上門の神だった期間は実は1ヶ月にも満たないと。つまりこの上門の神になることが目的でこの藤原頼経は、官職を上げたわけではなくて、そのさらに上の権大納言になるために上門の神になっただけっていう話なんですね。なので結局鎌倉時代、まあ普通の武家が任官されるような官職ではない、もっと言えば将軍ですら任官される事例が少ないというような、もうとんでもなくレベルが高いということですね。あ、そうなんですよ、石井さんがおっしゃる通りで、そう、北条徳宗家自体の官位は高くないんですよね。北条徳宗家自体が高くないから、その下の武士たちもあんまりその官位を与えてもらえなかったっていう状況があるんですよね。こんな行為がなぜ投げ売りされるようにまあまだ投げ売りされるとは言ってないんですけど、まあ投げ売りされるんですけど。あ、おきゅうさんどうもこんばんは。鎌倉しかいない将軍が中央の高官につけることが異例ようで、V やねん九条家、あ、左衛門の中で小早川秀明金吾ですよね、有名なところだとね。その話は今日出てこないんですけど、実は。さあ、まあそんなところで鎌倉時代にはまあほぼ武家での任官令がないというところです。さあ実際に武家の中で任官が始まるのが南北朝から室町期にかけてです。で最初に任官されたのは足利忠義と足利尊氏、なんで弟の先に言っちゃったんだ、足利尊氏と足利忠義だと。でしかもこの2人ともですね、左兵衛の神でありました。つまり右衛門の神じゃなくて兵衛の神の方に任官されていると。でちなみにこの左兵衛の神という官位はですね、足利元氏以降の鎌倉公方っていうのがこの左兵衛の神に代々任官されると。つまり最初は将軍が任官されていたんですが、まあ将軍は前回言った通り、この後足利将軍というのは様の神に任官されるのが通例になっていくので、結局のところこの左兵衛の神っていうのはどちらかというと鎌倉公方の官位みたいな感じになっていくと。なので、元氏以降の鎌倉公方というのは左兵衛の神に任官されるという状況でした。ただまあ鎌倉公方というのはですね、戦国時代に入ると動乱の時代を歩んでですね、いるのかいないのかわからんみたいな状況に京都の将軍は確実にいたというか、いた記録がびっちり残ってる将軍が多いんですけど、おそらく関東の将軍というのはまあなかなか系譜もたどれないとか、割と怪しい系譜ぐらいはたどれるかもしれないですけど、割とね動向がわからないとか、聖堂がわからないみたいな状況によくなるようで、足利高元、まあ、これも鎌倉公方の一人なんですが、これ喜連川氏の系図によると、どうやら左兵衛の助に任官されているそうなんですが、いつ任官されたのかも、いつ使ってたのかも分かんないと。で、足利晴氏、
これもですね、左平の神、人間が見えるんですけど、それ以前の関東が不明だと。まあ、つまりそれ以前何かに任官されていて左兵衛の神になってるのか、はたまたいきなり左兵衛の神になってるのかわからないと。まあ、要するに鎌倉公方だから左兵衛の神だろうと言って書かれている可能性が割と高いというところで、まあ、なかなかね見えてこないところがあります。そうですね、兵衛の神があったんです。そうなんです、兵衛の神があったんです。あ、いや、宗谷さんどうもどうも。武家、関東は別枠だからそれ武家も思ってるきっと武家でも思ってる。うわ、お弓久保どうなんでしょうね。お弓久保僕がわからないからな。まあ、お弓久保はちょっと放送が、このスライドが終わった後にちょっと僕が探してみます。一応その任官された一覧みたいなのをしゃべってるんで。そう、今日ね一つだけ最初に言っとかないといけないことがあって、武家、中世武家会員の研究ね、あれからずっと借りられてて図書館に帰ってないことはないと思うんですけど、僕が見るたびに借りられてて今手元にないんですよ。でもちょっと今夜はちょっと怪しいところもあるかもしれない。なんで後で訂正が入るかもしれないというところも、まあ言いますけどね、ここは怪しいっていうのは僕が言いますけど、ちょっとそこだけご了承いただきたい。なんかずっと借りられてんだよね誰が借りてんのか分かんないんですけど、さあちょっと話が飛びましたが、まあ基本的に先ほども言ったように鎌倉公方がなる範囲だ。なのでですね、例えば足利重氏、まあ、これは京徳の乱を起こした鎌倉公方の将軍です。鎌倉公方の将軍っておかしい頭痛が痛いになってる。鎌倉公方なんですけれども、これね面白い指令があって、足利重氏はもちろん鎌倉公方になってるので一度左兵衛の神に任官されてるんですけど、実は幕府から左兵衛の助って呼ばれてるんですねつまりですね、一度左兵衛の神になったのに官位が降格してるっていう状況があってまあもうここに書いてある通りなんですよ。京徳の乱の時って書いてるので、要するに京徳の乱で幕府に反旗を翻したことが原因で左兵衛の神から左兵衛の助に降格するということが起こっていて、まあこれはどうしてかというと、まあ一つには謀反を起こしたからなんですけど、もう一つにはこの鎌倉公方が謀反を起こした後、京都側からね新しい鎌倉公方を送られます。でまあこれが後の関東公方、堀越公方と、古賀公方の対立になっていくんですけど、この足利政友というのが鎌倉公方の後継者として寛正6年11月以前に左兵衛の神に任官されると。まあ、つまりは京都から新たな将軍を送るので、その新しい将軍の方に左兵衛の神に任官させたと。なんで鎌倉に送り込んだら左兵衛の神が2人出てきちゃうと。もともと左兵衛の神だった重氏と新しく送り込んだ政友も左兵衛の神だと。ガラスになると官位がかぶっちゃうので、幕府側はあくまで重氏を左兵衛の助と呼んでかぶってないことにしたんじゃないのかなっていうことですね。さてはガチ勢だな、本当ですよねそう、降格なんてあるんだって、そう僕もびっくりしました。降格ってあんま見ないからね。鎌倉公方、鎌倉にいるとは言っていない、本当そうですよね。鎌倉公方と言いながら伊豆の堀越にいるしいろいろね、いろいろありますよ向こうは。あ、小鹿神さんどうもどうも。室町関連の学会聞きに行ってました、すごい。いや、なんか学会ね、僕も聞きに行こうと思ってて、ずっと YouTube とか、YouTube じゃないわ、ネットでなんか応募できるんですよね。してみたいな。そしてですね、ちょっと話が飛び飛びで申し訳ないですが、まあ、他にもですね、足利一門だと、足利義満の弟、三明なんかが右兵衛の神に任官されたりしていると。まあ、この事実からも分かるように、
基本的に足利市しか任官されていないっていうことです。さあ皆さん、足利市しか任官されていない官位、まあ、様の神でもそうでしたが、その後どうなるかというと、足利市以外も任官されるようになるんです、こういうのは。もうお決まりですけれども、もう毎度おなじみですが、足利市にしか任官されていないのはこの時期だけでしたっていうのがオチなんですけど、その短所、きっかけを開いた男がこいつです。さあ、左兵衛の助って、芝武衛家のイメージなんですが、ああそうですね、芝家がまさにこれからの話です。足利氏一門とか南朝以外で正式な任官をされたのは芝義行、まあ、慣例解説のね時にもやりましたが、芝義行が応永2年に右衛門の神に任官されたのが最初でした。でこれに関して一条常継というですね、当時の公家が、武神右衛門の神、未だ聞かざることなりと、まあ、つまりは前代未聞だと、武家足利氏の家臣でありながら、このような官位に任官されるのは初めてだと、まあ、こんなことありえんというふうな、まあ、批判も込めているんでしょう、おそらく。まあ、そういったですね、本当に異例な状況で芝氏が右衛門の神に任官されると。まあ、慣例総選挙の時にもねお話ししたんですが、芝家というのはもともと足利でした。まあ、小鹿神さんがおっしゃってるように、特にこの芝義行の時代というのはまだ足利義行でした。足利姓をギリ名乗ってたので、まあ本人としては当然と思ってるかもしれませんし、ただまあ公家側からしたらまあ一応ね足利の臣下であるというふうになってるとね、まあ何とも言えんですね、この辺りはね。義行は足利だから政府といえば政府、一応足利ですから。ああこの頃は親父が没落して復職してた後だから、多分足利を諦めてる、もうこの頃は諦めてたんですね。へえ、じゃあこの意味っていうのもやっぱ変わってくるのかもしれないな。だとしたらやっぱり一条常継の意識の方が正しかったのかもしれないですね。ちなみにですね、この芝義行の官位っていうのはどういう風に変貌って言ったらおかしいな、昇進したのかというと、最初が自分の大夫、そして続いて左衛門之助、そして続いて右衛門の神という風に昇進しました。でちなみにですね、芝義重の子義厚以降というのが自分の大夫、左兵衛之助、左兵衛の神と、まあ、つまりはですね、この右衛門の神に任官されてるのを実は芝義行ぐらいなんです。もうすでに、子供とか孫の段階で右衛門神を、まあ、諦めてるのか慣れなかったのかちょっとわからないんですが、すでに兵衛神になるように変わっていっていると。なのでまあ芝義行が特別だったんじゃないのかなっていう感じですね。ただですね、まあ、このような自分のタイプから左兵衛之助、左兵衛神っていう昇進自体も実はまともに行えた例は少なくて、まあ、なぜかというとこの芝義厚以降というのは、まあ、義厚自身もそうなんですけど、早死に、当主が連続して早死にしてしまって、でその後結局家督争いになっていくので、まあ、まともにここまで昇進できるほど長生きした人がいないと。例えば芝義門とかも左兵衛之助で止まってたりするので、まあ実際このような左兵衛神までなれる人物というのは実は少なかったということなんですね。大抵の珍事には天魔とかいうフレーズがつくよね。本当ですね、公家はすぐ天魔の仕業って言いますからね。武家の家人ごときがという感じだろうな。そうですね、足利氏自体はね、その後めちゃくちゃ権威化するからいいとしてもね、
左衛門の助という縁起のいい感じ、縁起がいいんですかね、これ。あ、真田左衛門の助ってね、よく言いますけどね、よく言いますけどっていうか、実際そうだったんですけどね。まあそんな感じで、まあ、上門の神にまで昇進したのはさすがに柴義行ぐらいで、まあ、この後っていうのは兵衛の神が基本になると。で、皆さん、兵衛の神といえば、柴氏というのは武衛という名前で呼ばれます。例えば今の京都に柴氏が邸宅を持っていた場所に武衛の陣という地名がまだ残ってます。で、そこに武衛の陣跡っていう石碑というか解説パネルみたいなのが立ってます。で、これはどうしてかというと、柴氏が武衛というふうに呼ばれていたんですね。なので、その柴氏の邸宅があった場所も武衛の陣と呼ばれていて、でなんで武衛なのかというと、この柴義重とか柴義敦が名乗っていた右兵衛の神、この兵衛府の絡め、つまりは中国での呼び方が武衛であった、これにちなんで右兵衛の神を任官された柴氏一族を武衛と呼んでいたんですね。っていうのが、皆さんがおそらくご存知であると思う説、そして僕もそうだと思ってます。この言い草なんか怪しいですけどね。実はですね、これが今日一番怪しいところで、これに対して木下悟先生、つまりはこの武家官位の研究を書かれた木下先生がどういう風に解説してらっしゃるのかっていうのを見ようと思ったら本が借りられて見れなかったんで、ちょっとここは一応そのなんていうかな、信じすぎないでおいてほしい、これも一説っていう風に分かっていてほしいです。ちょっと注意括弧がつくところです。薄井信義先生という方がいらっしゃって、この方はだいぶ古いというか昔の研究者なんですけども、柴義行の時代にすでに武衛と呼ばれているっていう事例があるんですね。で、ただですね、さっきも言ったように柴義行というのは兵衛の神にはなってないんですね。右衛門の神になってるんです。もっと言えば左衛門の助から右衛門の神になってると。だから一度も兵衛は通ってないんですよ、本来ならば。じゃあなんで武衛って呼ばれたのって話なんですよ、これ。だって柴義行の時点で武衛と呼ばれている事例があると。これ要するに後の時代の人物がタイムスリップをして武衛と書かない限りはありえない話だという話なんですね、これね。柴義行の時代に兵衛の神に任官されていたのであれば武衛と呼ばれている不思議はない。しかし柴義行の時代には右衛門の神になっていた、兵衛の神にはなってない。なぜこの時代にすでに武衛という呼び方が定着していたのかということです。ちなみに残念ながらこの武衛と呼ばれている資料というのは、攻略と呼ばれる、これ攻略って呼ばれる日記でいいんですかね、公家の日記だったと思います、これ確か。ちょ、今調べます。違う違う、漢字を間違えた。うわ、すぐ出てこなさそう。すぐ 出てこなさそうだな。こっちを見た方が早そうだな。ちょっと今寒冷しばしを開いてます。寒冷しばしを開いてます。くさ、これ本文で引用してるパターンだから参考文献にないやつじゃん。本文中に引用先書いたやつだから参考文献ないやつじゃん。この前あたり、そうですね、日記でした。はい、
おそらくこれ公家の日記ですね。ちょっとここには誰の日記とは書かれてないんで、ちょっと後で調べようと思うんですけど、おそらくは公家の日記です。なぜならば何月何日上って書いてるんで、まあ、十中八九公家の日記だと思いますこれ。まあ、ちょっと詳しい誰の日記かっていうのは後で調べますが、あ、ていうかあれだわ、さっきのあれだわ、さっきのあれさっきのあれだわ、一緒の記事でした、申し訳ない。これ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 、一条常次の日記でした、失礼いたしました。この武神上門の神未だ聞かざることなりっていう記事の中ですでに言われてるんですよ。この時点ですでに武へのことっていう文言が使われてて、なんで一条常次の日記だということですね。なんでまあ要するに当時の日記に出てくると。じゃあなんで武衛と呼ばれたのかって話なんですね。でまあこれもね、もう今から70年60年ぐらい前の論文だということは、まあ一応頭の端っこにでも置いておいてください。山城名勝士というですね、知士、まあ京都の知士ですね、というのがありまして、ここにですね、寒冷芝自分の大夫源義行に影湯の工事武衛の宅地を賜う、故にその称号を曰く武衛というふうな文言が出てきまして、つまりですね、これ影湯工事武衛の陣っていうところに義行の家があったから武衛って呼ぶんだよっていう、まさかの逆転の発想なんですよこれね。要するに芝家が武衛って呼ばれたから、芝家の家が武衛の陣って呼ばれたんじゃなくって、武衛の陣ってところに芝家の家があったから武衛って呼ばれたんだっていう、まあ武士でよくある地名を名乗ってる、まあ公家でもよくありますが、家の場所を名乗ってるというんじゃないんでしょうかっていう話ですね。だから結局のところその兵衛の神が武衛だったっていうのは言ってくださってるんですけど、たまたまなんじゃないのかという説が実はあると。さあこれがね、どこまで信憑性がある話なのかっていうのが分かんないんですよね。なぜならばこれ山城名勝士っていうのがそもそも成立されたのが聖徳元年と江戸時代の後期も後期なんですよなので、まあ、この文言っていうのが果たしてどこまで信用に足るものかっていうのが正直言ってわからないんです。ただまあこのね、臼井先生は山城名勝士を引用したっていうのは、まあ、ただ単にその江戸時代の文献を無理やり引っ張ってここに書いてあるじゃんっていう風な適当な考えではなくって、一応山城名勝士というのは研究者の間でも割と評価の高い資料だという前提があるんですね。で山城名勝士実は江戸時代に成立しているとは言うものの、実は引用文献っていうのがたくさん置かれている、まあ、つまりはこの山城名勝士を書くときに参考文献を用意している。で加えてですね、この引用文献の書目都合713部、つまりは713点にも及ぶ古記録を引用してきて作った資料というのがこれ山城名勝士だという実は記録があるというか、まあそういう風にできたということを研究されてらっしゃる先生がいるんです、すでに。なので実は研究者の間の中ではまあまあこれは資料的価値が高いという風に判断されているようなんですね、どうやら。新しい過去投射費江戸か厄介だな。そう、時代がね下りすぎなんですよ。そうなんですよ、二次資料すぎるんですけど、信憑性は下がるんですけど、まあでもまあ何とも言い難いところではある。ちなみに名勝士の判例冒頭にはこんなことも書いてある。山城国の名所戸籍を旧記の文に任せて書き表すゆえに、神事、金字、おのの引用、引き用いる書に従うかな、まあ、つまりは
その文献に書かれている通りに引いてきてますっていうことも判例の冒頭にわざわざ書かれているというわけなんですね。なんで、まあ、相当資料的価値は高いというふうに考えられている。つまりはいろんなお寺とか、神社の縁起とか、まあ、いろんな書物から引用してきて作られているので、まあ、ある程度信憑高いんじゃないかという感じです。ただわかんないんですよこれマジでそう、これをね、だから木下悟先生がこの武家会員の本の中でなんて判断しているのかがちょっとわからなくて、確かね、芝義重が表演の神になって、そこから武衛っていう名前が浸透したんじゃないかって木下先生が書かれてたと思うんですけど、それだとさっきのね、義行の時代に武衛のことって言われてたことが矛盾するわけですよ。だからこの点について木下さんが何かおっしゃられてるのかどうかは本を見ないとわからないんですけど、本が借りられてるんで今日は真相はわかりませんそう、だからこれもね、なんとも言えないところで、例えばね、室町幕府前将軍慣例列伝、これで、まあ、皆さん持ってらっしゃる方いらっしゃるかと思いますが、割と最近出た本ですね。でこの本の中で実は芝義行の巻とか書かれてて、この中には自分の大夫左衛門之助、左兵衛の神、右衛門の神って書かれてるんですよつまりは芝義行が一回左兵衛の神になったっていう風に書かれてる。でちょっとね、これ米印つけてて、あのね、この室町幕府前将軍慣例列伝ってめちゃくちゃいい本なんですよ。もちろんめちゃくちゃいい本だし、もう買って絶対損はない、そういう本なんですけど、ただ一個だけ弱点があって、誤植が多いんですよこの本。書き結構多くて、よいしょ、そう、これ意外とね、まあ、読まれてる方、読んだことある方はひょっとしたら気づかれてるかもしれないんですが、結構この本誤植が多くて、まあ、ただね、情報として正確なものがほとんどですし、ていうか、まあ買って絶対損はない本です。ただたまに誤植がある。なんでこの左兵衛の神もどこまで信用していいかわからないんですよ。でなんでそういうことを言うかっていうと、根拠があって、この、ね、芝義行が載っている、この部分っていうのが、芝義行の巻とかね、載ってる部分っていうのが、室町幕府執事慣例経歴一覧っていうところに、その代々なった、代々慣例になった人のプロフィールっていうのがダーッとこう書かれてるんですね。でその中で芝義行のところにこういうふうに巻と、どういう巻との歴任してきたかっていうのがダーッと書かれてるんですけど、これね、他のその例えば芝義行の子供である芝義重の関東の経歴のところに、小三位右兵衛門の神っていう存在しない官位が存在するんですね。これ右兵衛門の神っていう、この兵衛の神と衛門の神をおそらく合体させてしまったであろう、新しい官位が登場しちゃってて、僕はこれを見た瞬間に、あれ、これひょっとして誤植多いんじゃないかなっていうことに気づいてこれね、割とね、微妙なんですよ。で確かに本文の中でもなんか改行がおかしくなってるところがあったりとか、まあ、何かしか見たことがあるんで、この左兵衛の神がどこまで信用していいのかがわからない、っていうところもちょっと問題です。なんで今日はちょっとこの、なんで芝義行が武衛って呼ばれてるのかっていう答えは出せないんですけど、まあ、ただ考えられるのは、芝義行が実は兵衛の神をどっかで任官されていたっていうパターン、もう一つは要するに、もう一つは何だろうな、だからさっき言った説か、場所の名前が武衛だったっていう、どっちかですよね、おそらく、ね、多分どっちかだと思うんですけど、じゃないと同時期にこう衛門の茶は武衛って書かれないはずなんでね、なので、まあこれはちょっと保留です、わからないです。
で、まあ、あの誤植なんて ある時はあるんで、あまりそんななんか咎めてるわけじゃないですけどね。例えばそれこそあのなんだっけ、いつも僕がお世話になってる宿泊訪問館とか、まあ、少ないですけどたまにあったりするんで、これ多分違う人だなとか、明らかに違う名前になってたりとか、吉川顧問館さんの本とか、例えば他のね本屋さんの本でもある時があるんでまあ人間が作ってる限りね、ミスはなくならないです。ただまあ勉強してればある程度分かってくる部分もあるんでね、まあそれは仕方ないというところで、まあ、今夜は保留とさせていただきます。さあ、ちょっと随分話がヒートアップしてしまいましたが、まだまだ柴家しか任官されてません。続いて柴家に続く高官への任官、これがですね応永24年にある畠山光家の左衛門守任官。これがですね、まあ先ほども言ったように右衛門守っていうのは今までほとんど武家が任せられてこなかったのに、ここで突然任官されると。さあ、畠山氏はどうして左衛門守になったんでしょうか。実はですね、畠山家っていうのはもともとどのような官位を名乗っていたかというと、お父さんの畠山元国は右衛門の助でした。つまり左衛門守よりも右衛門守よりも低い右衛門の助という官位だったんですね。で、この畠山光家も最初はお父さんと同じ官位を名乗っていたんです。ただ応永24年1417年に右衛門の助から昇進したんですね。お父さんの官位をわざわざ超えてまで右衛門の守になった。なぜか、これ実は当時とある人物がすでに右衛門の助であったために、それをはばかって右衛門の助を、まあ、辞めたというよりかはまあ昇進した。さあ、一体誰が当時右衛門の助だったんでしょうかってことなんですよ。さあ、皆さん考えてみてください。古畑みたいな時がしてる計らずも古畑任三郎みたいなと言いましたけども、ヒントは年号ですね。応永24年という年号です。この年号に近い時期に何かがあったんですよね。それと非常に関係している。一回洗礼できたらあとはすぐすぐよ。畠山金吾家、そうか、そうですね、はい、言い方的にはそうだ。後々終わりの神家になるけど、そうですね、応永長いですね。応永めちゃくちゃ長いですよ。あ、山名大内、大内これはね意外と出ないかもしれない。あ、これは関東やろなって言ってる人もいますね。足利持内、これね、普通は皆さんどう考えるかというと、同じ官位についてる人がいたからはばかってっていうと、その人が偉いからって思うんですけど、逆なんですね。これ答えが出ました。上杉禅宗なんです実は、上杉禅宗が当時右衛門の助でした。つまりは応永23年に上杉禅宗の乱が発生したと。で、翌正月に禅宗と同じ関東を持つのがはばかりがあるとして宣議されて左衛門守になっていると。うわ、牛一さんが鋭いですね。上杉禅宗の乱の翌年やなって言われてるんですけど、まあ、つまりこれ謀反人と同じ関東を名乗ってるっていうのはさすがに問題があるだろうということで議論をされた結果昇進したんですね。なので、ある意味上杉禅宗が反乱を起こしてなければ、また別の人物が反乱を起こしていれば、
畠山光義は別の官位になってたかもしれないし、右衛門の助のままだったかもしれないと。まあ、これはなかなか面白い事例です、ね、というか珍しいですね、こういうのはね、はい。普通は偉い人がなっててはばかってやらない、はばかってね別の官位などるとかは考えられますが、実は逆というね、まあ悪い意味ではばかりがあったっていうことで、あ、そうですね、縁起の悪いというふうな言い方がいいですかね。なのでまあ下げるわけにもいかないので、左衛門の神に任官されたという状況だったということですね。さあ、うん、このタラボタ任官本当にラッキーですよね。なんというタラボタ、タラボタ、そんな避け方もあるんです。そうですね、なかなかないですけど、自分のタイプとかもそうだったけどさ、マジですか、誰の自分のタイプかが分かんないけど、さあ、ラッキーで手にした左衛門の神、その後ずっと名乗り続けます。持ち国、正長ともに左衛門の神に任官されています。ちなみに畠山正長は文明5年1473年から明王2年にかけて任官されておりまして、結構長い間、まあ、20年間、正長は左衛門の神でした。実はね、この間公家では左衛門の神の任官はされてません、まあ、つまりはですね、ちゃんと一人しか左衛門の神がいない状態になっていた。時代が下ってくるとよく出てくるのが、その複数人同時期に任官されるっていう事例が結構出てくるんですね。ただ当時というのはまだ、任官される人物に限りがある、まあ、つまりは定員があらかじめ決まってて、まあ一人だけだったらそれ以外に任官したいという人が現れても任官できないというふうに厳しく制限がかけられてました。実際この畠山正長の時期も公家ですら左衛門の神に任官されていない、つまりは、まあ、相当この官位、左衛門の神とか右衛門の神っていうのはやはり格式が高い官位だから割と重要視されていたことなんですね。ずっと名乗るのは面の皮が厚い、本当ですよねたまたま名乗っただけなのに。もちろん名乗った時期的に畠山光義は結構政権の中心にいたんで、まあそれも理由としては理由なんでしょうけどね。さあ、今まで出てきました左衛門の神とか左兵衛の神、右兵衛の神、畠山、芝が任官されました。一つ出てきてないんです、右衛門の神です。右衛門の神は一体誰が任官されたんでしょうか。まあ割とですね、芝氏が左兵衛の神とか右兵衛の神、そして畠山氏が左衛門の神というのは割と有名な話なんですが、右衛門の神って一体誰だったのかっていうのはどうなんでしょう。これって有名なのかどうかが僕も分かんないけど、まあ、そもそも武家の官位について話していること自体がマイナーですよっていうのはちょっと置いといて、ああでも知ってる方いらっしゃいますね。あ、和骨ということでありがとうございます。ニコニコみたいですね。そうなんです、右衛門の神は実は山梨なんですね。山名時弘が応援24年1417年に右衛門の神に任官されています。で、山梨というとまあもちろん三管領四職と呼ばれる中の一人です。四職で侍どころの当人を務める家柄で、まあ、まあそれなりの価格は持ってると思ってる方もいらっしゃると思うんですが、実は山梨って結構ね家柄は高いんですよ。そもそも山梨というのは管領家を除くと商売衆とか国持ち大名、つまりは他の守護大名の中でも最上位の価格です。
まあ、山氏はそもそも足利一門ですし、その中でも儀礼とかでは本当に慣例の次には山梨で来るレベルで価格が割と高いです。なのでおそらく山梨が上物神という交換になれたのは多分価格が高いからです。シンプルに。で実際この時期にはすでに芝氏が左衛門守になった後の時期ですし、足利は上門守になった後の時期ですし、畠山氏もね、江戸時期ぐらいに三井家が任官されてますから、おそらくこの時期ぐらいに足利の一門とかに関東の秩序ができ始めていて、一門の中でも相当価格の高い山梨も同じように高い関東に任官されたんじゃないかなってことですね。実はここの話で武家の足利氏、さっき言った谷口優太先生の本が割と役に立ちました。そう、谷口優太先生の本の中では山梨と佐々木氏だったかな、かなんかが席次の争いをする、儀礼でのね、その順番争いするっていう話とか、一色氏とどっちが上かみたいな話をしてて、で山梨というのは足利一門であると、いう状況があって、割とその自分の家柄っていうのを、なんていうのかな、家柄に自信を持っていたというか、まあ、自分は足利一門五門の衆であるという、まあ、自由があったというように渡辺先生もおっしゃってましたね。細川くんはいないです細川くんは幕府の中では重鎮ですけど価格は低いんで残念ながらあ、時色ようここまで戻して本当ですよね。で山梨って初期のうちに芝与党である上に、まあ、南朝から帰参してたっていう理由で結構勢力をそがれてるんですよね。はい、なんですけどここから山梨がまた政権の中心に戻ってきて、こういった交換に任官されるという状況にありますから、まあ、なかなかねその頑張りっていうのはすごいものがありますね。そうですね、足利一門日田一門問題ありますね。谷口先生その辺結構新書に書かれてましたよね。ちょっとここで喋ると終わらないんで後で回しますけどその話は。さあ、見てきたようにですね、室町家において右衛門守、兵衛守が任官されるのは芝、畠山、山名、まあこういった幕府内で有力でなおかつ価格が高いというふうに限られてました。まあ確かに足利氏にしか任官されていなかったんだっていうところからはだいぶ落ちたかもしれませんが、それでも同時期にね公家で任官されないとか、まあ、そのレベルの範囲ですから、まあ、相当大事にされていたということがわかるということですね。さあ皆さん、関東の時間ですここからはフィールドを一気に東に向けて関東の話をしていきましょう。関東ではもちろん例外もあるんです毎度毎度鎌倉子は何をしとるんだって話ですけど毎度おなじみ関東の話をしていきたいと思いますさあ、もちろん京都周辺、いわゆる室町幕府の管轄内とされた、近畿とか西国とか、まあ、そういったところでは基本的には相当な一門衆の中でも有力な人たちしか任命されていませんが、関東ですね、影響期に桃の井範義という人物が左衛門守という、またこれも一番トップクラスと言ってもいいぐらいの、関東を名乗っていると。さあ皆さんお気づきでしょうか、前回様の神、馬の神の話のところでも、桃の井が出てきてたのを覚えてらっしゃる方がいるかもしれませんそうなんです、実はこの時期の桃の石、なぜか皇位交換に任ぜられるという謎の現象が起きていて、前回は様の権の神でしたね。はい、桃の井信義という人物が様の権の神に任命されていたと。
という事実がありましたが、今回も今回で出てきました。エモンの神、サエモンの神名乗っているんです。この桃井宣義という人物は鎌倉府に属しておりまして、影響の乱後に春尾丸や宗丸に従って幕府と戦っていると。まあ、つまりはかなり足利持ち主とか鎌倉府側の人間だったということから、まあ鎌倉府独自の任官事例であろうというところですね。桃井も確か足利一族でしたよね。確かね、一門衆ではあったはず。さあ、ただですね、これ問題があって、覚えてらっしゃいますか皆さん。鎌倉公方は左兵衛の神です。で、右衛門の神、兵衛の神というのは基本的に左衛門の神が一番上、その次が右衛門の神、そしてその次が左兵衛の神、そして右兵衛の神。つまりですね、これ桃井宣義、鎌倉公方の左兵衛の神よりも高い関東であるはずの左衛門の神を名乗っている。これどういうことなのかっていうことなんですよ。自分が使えるはずの鎌倉公方よりも高い官位になっている。でちなみにね、これと同時期に佐竹義人という武将が右京の大部に任官されている。さあお気づきでしょうか。左兵衛の神と右京の大部、これが表すものは一体何なのか。兵衛府が武衛という話をしましたね。そして右京の大部は誰の官とか、これをヒントに考えると、ひょっとしてこういうことだったんじゃないのかという推論が成り立つんじゃないかという話ですね。まあ成り立つかどうかわかんないですけど、皆さん木下先生は成り立っているんです。さあ来ましたね、これですね。おそらくですね、佐竹が右京の大部に任官されたのは細川になぞらえているんじゃないかと。そして桃の井が左衛門の神になぞらえていられる、なぞらえていられる舌が回らない、左衛門の神になっているのは畠山を意識してるんじゃないかと。さあ鎌倉府内部でこれ三冠令作ろうとしてんじゃねっていうことなんですよね。俺以外に作ったのか三冠霊気をってやつですね。東国の三冠霊京都府知州の時代でもなさそうだしって、今回はですね、上司より上で草幕府と戦う桃の相変わらず桃のして一生幕府と戦い続けてるのすごいですよね。ある意味佐々木同様よりバサラ、官位の世界では相当バサラですね桃の言われ。まあ、つまりはこれね、鎌倉府内部でおそらく三冠霊気を作ろうとしてたんじゃないかと。でこれを見ると足りないのは芝氏でありまして、まあ、芝氏はおそらくは当時鎌倉にいた稲村公方の足利光貞とか、もしくは芝氏と関係の深い、吉良氏あたりが想定したんじゃないかと。まあこれ推論なんでこれ以上でもこれ以下でもないんですけど、これ以上でもこれ以下でもないです、はい、こういうことなんじゃないかなっていう推測なんで、まあ、ひょっとしたら足利持ち主は何も考えずに適当に高そうな官位を与えてた可能性もあります。鎌倉府は独自に任官してるんでね、わからないですこれは。はい、基準めちゃくちゃすぎてくさ。関東久保東国三冠霊気を連れてきたよ。三重師のやつですね。あ、上杉さんは入れてもらえませんでしたね、残念です。本当ですね。あ、岩松に行ったしね。確かにまだ慶長家ではないです、ね、確か佐竹義人は上杉の出自だからギリセーフ理論。
ギリギリもギリギリですね。もう関東管理がいるにもかかわらず三管領域を作ろうとしてることを足利が持ち主の、ね、関東ヤクザ感がすごいですけども、でですね、まあ、ここまで桃の石がいっぱい出てくるとさすがに解説せざるを得なくなってくるんで、桃の石の話をしときたいと思います。まあ、なんでこんなことになってるのかと、っていうか誰なんだこいつはって話ですね、まずね。おそらく皆さん桃の石っていうと桃の井忠常がね、まず頭に思い浮かぶと思うんですよね。まあ、桃の井忠常っていうのは、忠義派の武将として戦って、最終的には幕府とずっと戦い続けて、越中の国で討ち死にというかね、戦死しちゃうっていう、まあ、最後なんですけれども、この桃の井忠常とは実は違う系統なんですね、これ。で、おそらく当時にいた関東にいた桃の石っていうのは、この忠常とは別の系統の桃の石で、三通寺の系統じゃないかと。で、なんだったら、桃の井忠常って、おそらく初流なんですね、これ。着流はおそらくこの上の種氏系、あ、ごめん、種氏が被ってるけどこれ間違えてます多分すいません種氏が2人いるけどこれ多分どっちか間違えてる。あ、これなんかペン出して直したりできないのかな。なんかできたよね、あのパワーポイントにペン出して直すやつ。今直せたら直したいんですけど、よいしょ。でもこの画面でペン出せないな。まあめんどくさいからいいや、後でします。確かにこの種氏の下はですね、そう、種氏が2人いるんですけど、あの種氏が実質的に1人です。なんで氏直の氏忠か、氏忠の弟が三氏っていうことになってます。はい、本当の系図では。なんで1人ちょっと増やしちゃいました。はい、なんで三氏が1個この左の種氏のところに来ますっていうところです。すいません、誤植してますね僕も申し訳ない。まあ、そういう感じなんですよね。さすが牛一さんすごいですね。知ってるんだ、桃の井久吉とかいう新田氏についていった謎のやつを。そうなんですよ、実はその桃の井久吉っていうのがこの三通寺系の桃の石なんですよね。そう、これはねさすがっすねちょっと頭が上がらない。僕もこれ論文読むまで全く知らなかったですから、こんなのすごいっすね。それがパッと出てくるのすごいわ。まあ、そういった感じで桃の石って2系統あって、でおそらく初流と見られている忠常の系統の方っていうのは、例えば桃の井忠常っていうのはその後ですね、長男の、忠和の系統っていうのは、まあ、その後もおそらく幕府と戦い続けて、この忠常の嫡流っていうのは消息がわからない、まあ、どこに行ったかわからない状況になります。ただ忠常のね、次男だったかな、次男の系統はなんか猿楽か農家なんかの舞を開発した一族になる、つながるらしくて、ちょっとそれを僕全く知らなかったんですけどそう、これ僕も全然知らなかったんですけど、おそらくですね、この桃の井忠常の次男の系統っていうのが中世に一世を風靡する、知らないですけど一世を風靡する高和歌舞でいいのかな、読み方は、まあ、そういったいわゆる能の舞ですよね、を発明した一族だそうなんです。で、まあ、これがねおそらくはこの忠常の系統から出た一族だそうです。で、系図上のつながりっていうのが実は不明瞭なところがあって、まあ、直接つながってるかっていうのがわからないのはわからないそうなんですけど、ただまあ間接的な証拠が結構残ってるらしくて、おそらくそうなんじゃないかと言われてるみたいです。っていうと多分歯切れが悪いので、これもいつか解説します。桃の石で一本やります桃の石で多分ね1回分できるわ、本当に。これめっちゃ面白かったこの論文。
なんで、まあ、一応残ってるには残ってるけど、まあ、ほぼ武家としてはもう役割が終わってしまったのが忠常の一族でした。でこの忠常の弟の忠信の系統っていうのはその後ですね幕府の奉公衆になったと言われてます。桃井正信、これもね前回の様の神の話で出てきたんですが、桃井正信っていうのは自分の先祖に様の神がいたから様の神に任官しろって言ってきたあの無礼な奉公衆なんですけど、あの無礼な奉公衆の、先祖っていうのがおそらくこの忠信、忠常の弟の系統になると思われてます。なんでこのね、だから本当面白いんですよこの桃井氏の話。なんでちょっとね一回やります、論文を読もうで、マジで面白いんで、すげえ楽しみ、ありがとうございます。桃井好きよってありがとうございます。桃井スペシャルすごいよね、現代令和の時代に桃井氏でYouTube ライブを1時間2時間喋るやつがいるっていうね、すごいですよね。まあそんなところで、まあ、忠常の系統もまあなかなか面白いんですけれども、今回出てくるのはこのお兄ちゃん筋、おそらくは嫡流である、種氏の系統の話です。で、この三氏系の桃の氏の中でも先ほどですね牛七さんがおっしゃってた久吉の系統ですね、この矢次郎久吉の系統の桃の石っていうのは太平記によると元寇の戦乱で新田義貞に従って鎌倉に攻め込んで戦死したというふうにされてます。つまりこの左から2番目で真ん中のこの久吉ですね、久吉は討ち死にしたと、鎌倉攻めの時に討ち死にしたんですが、その息子っていうのがまあ残ってる。でこの嫡子である義道っていうのがこの後のというか今紹介している範吉ですね、左衛門守になったという範吉のおそらくは一族であろうというつながり方をしてます。ただここの根拠はどうにも薄くて、なぜかというとこれなんて読むんでしょうね、義人読めないわこれこんな感じ武士で使われたら見たことないんだけど、人汁の人って訓読みちゃうわ、音読みなんて言うんだこれ、全然知らないんですけど、これ古畑任三郎の人違う、訓読みか、訓読みあるのかそもそも、いや任せるとかしかないよな、どうやって読むんだろうこれ、あ義藤でいいのかな、うわ時任三郎いたわそんなんいたわそんなんいましたね、あー意外と詳しい人がいるな、あそうかこれ堂の塔か、今全然その一緒の字だと思ってなかったわ身分の身っていう字と勘違いしてたわ、あーなるほどね、これ堂の塔か、そうか本当だね、なんでこの義藤が左衛門の助になってるんで、おそらくはその左衛門の亀になったっていうのもこの義藤に近しい人物なんじゃないかっていう、まあこれも憶測なんですけど、まあ、おそらくそこにつながるんじゃないかなと言われてます。一斉に義藤出てて草うわ金刀いたわいますね、本当だわ、四つ筋金刀っていませんでしたっけ、いましたよね確かね、なんかおやつ五両人の話のところで出てきましたよね、四つ筋金刀ってね。まあそんな感じでおそらくはこの義藤の系統であろうと考えられています。でここにしれっと乗せてる信義これが前回様の権の神に任せられていたという謎の人物ですね。なんでなぜかこの桃の石の嫡流っていうのは鎌倉府に仕えてめちゃくちゃなんか徴用されてるのか分かんないんですけど、すごい高位高官に恵まれていて、様の神とか左衛門の神とかすごい認可されてるんですね。そう、まあ、なんでこんな高い地位にいたのかっていうのが実はよく分からないんですよね。
そう、どうしてこの鎌倉府に仕えた毛無しっていうのがこんなに好感を任ざられているのかっていうのはよくわからない。ただおそらくはこの一族っていうのは結構重用されてたんじゃないかなってところです。ちなみに消息はね、大体ね、遊戯合戦ぐらいまではたどれるんですけど、遊戯合戦以降はわりかし消息が微妙らしくて、大体ですね、この辺の末裔の人物っていうのは遊戯合戦で首が届けられていることによって、あ、いたんだみたいな感じで見つけられてる感じです。そんなところで以上ですね、室町家のエモン兵衛の神の話をしてきました。このようにですね、まあ、大田市上皇の記録にもあるように、基本的に関東とかを除いては重要な大名の一族、畠山だとか、山田とか芝とかしか任ぜられていなかったという話ですね。頑張ったからだな多分本当に分かんないんですよこれ。そうだから、この論文に関しても桃の石の系図をその復元するっていうことをおそらく元にしてる、目標としてるので、そこまでは語られてないんですよね。多分分からないんだと思うんですけど、シンプルに。さあ、室町期のまとめをしておきましょう。大田市上皇の記録に従ってですね、室町家のまとめをしておくと、左衛門守は、大中納言の玄関たるの間一段の間、畠山家に僧侶一人、拝人のよし、おーというふうにあってですね、ちょっと今読み方間違えたような気がしたけど大丈夫かな、拝人のよしはあってるか、あって、基本的に左衛門守、畠山家僧侶一人のみが任官されると。同じくですね、右衛門の神も同じように、ただですね、右衛門の神は左より軽いと呼ばれていて、まあ、つまり左衛門の神の畠山家よりか下だと、まあ、三冠霊の畠山家よりか下だけれども、これもですね、武家方にては割と重要な官職であり、山田僧侶一人しか任官されないという状況でした。そして左兵衛の神、道助城大概衛門に同じく書いてあって、まあ、大体一緒だと。で、加えてですね、左兵衛の神は鎌倉殿の芝殿が任ぜられるというところで、一段のようっていうのかな、まあ、つまりは他よりも一段に扱われるべき鎌倉公方とか芝氏が任官されるので、武家の中では左衛門の神とかよりもひょっとしたら重視されていたのかもしれないねっていうところですね。まあ、格式的には衛門の神の方が基本的に上なんですけれども、武家の中で任ぜられていた人たちが相当レベルの高いというか、家柄の高い人たちというか、足利一門だった、もう足利に血筋がめちゃくちゃ近いというか、そもそも鎌倉府はね、鎌倉公方は足利氏ですから、まあ、そういった人物が任官されていたので、まあ、特別に扱われるべきだというふうに言われていました。ただし関東を除くって常にちっちゃく書いておけばいいんかね本当ですよね、常にいりますよね。関東東北と本当研究の壁が遅いですよね。資料がやっぱ少ないんでしょうね。ああ、甲一族ね、討ち死にすることで初めて聞かされるというね。義輝がなんか聞かないふりしてますが、この後登場しますけど。さあ、ここからは戦国秘です。いよいよ本当は高官だったはずの衛門兵衛の神はいろんな武士のもとに羽ばたいていきます。特に戦国期には任官が増えて、同時期に2人以上が任官されるという事例が出始めます。まあ、それまでというのは公家と武家ですら、同時に任官がダメだとされていたような官職でしたが、これがですね、2人以上任官されるような事態になってくると。そしてですね、任ぜられるはずのない大名、まあ、つまりはおよそこんな左衛門の神なんか右衛門の神なんか任ぜられるはずがないような、
武士も免ぜられるようになっていくという状況ですね。さあ、その最たる例として紹介されていたのが大友義重です。大友氏、これ実は大友義重が左衛門の紙に任官されています。で、実際その時の任官に関する幕府の関係者の文書が残っているというところで、まあ、その文書から当時の様子を測っていきたい見ていきたいと思います。羽ばたくなフィーバータイムの始まり豆まきの予想やってきた。本当ですね。さあ、幕府関係者の文書によると、親方様を迎え遺憾候をとて、左衛門の神殿になし参られ候、まあこういう風にですね、幕府高官とのやり取りの中で、まあ、おそらくこれは、まあ、大友方の部下が書いたのか書いたんだと思いますが、この辺りはね、義重が永禄3年に、まあ、これ1560年ですね、に左衛門の神に任官された時の、まあ、文書が残っていると。でこの文書を見ていくと、どういう経緯で任官されたのかというのが分かります。でその経緯というのがここで、御家の儀、まあ、つまりこれ大友家のことですね、首里の大夫に御座総来ども、まあ、首里の大夫だったんだけれども、当時、雲州並びに三好殿も格のごとき騒動と、しからば左衛門の神殿にと仰せいださる騒動、まあ、つまりは、大友氏というのはもともと首里の大夫だったんですね。ところが近年、この首里の大夫という関東は天子春久や三好長慶、この雲州というのが天子春久になりますね。で三好殿というのが三好長慶のことですが、この三好長慶などの旧来守護家でないものにも任官しているという状況だった。ただ大友氏は九州にいる大名ではありますが、ずっと守護大名、守護家です。なのでまあ、こういった人たちと一緒の関東なのはどうなのかと。その代わりに首里の大夫の代わりに左衛門の神に任官しようとおっしゃったと。さあ、これ誰がおっしゃったんでしょうかってところですよね。これ難しい問題ですね。さあ、官位関東というのは朝廷から出ておりますから、まあ、およそ朝廷の人がおっしゃったんでしょうか、それとも大友家内部の者がおっしゃったんでしょうかね。大久保親方様のこう意思をね、こうなんていうかね、こうおもんぱかった上でね、本当は首里の大夫からこう左衛門の神っていうのはね、どうにも高い官位ですからなかなか上がれないと思いますけれども、やっぱり親方様の前では言うしかなかったんでしょうかね、任官しましょうっていうことを誰かがおっしゃったのかもしれませんね。足利義輝です。皆さん、足利義輝が言いましたというところでおよそこの放送ではまあボロカスに叩かれていると言っても過言ではないんですけれども、足利将軍家が任官しています。もう俺はもう有無を言わせないというところなんですよね、はい。まあはいということです。まあ、ただね、まあ、もちろん足利義輝も、まあ、皇位高官を、まあ、ばらまいてたといえばばらまいてたんですけど、まあ、大友氏になんでここまで高い官位を与えたかというと、まあ、大友氏自身も官位の上昇を狙ってたということがあるので、まあ、それに対して義輝が答えた、まあ、大体そうなんですけど、他の武将でも。まあ、そういう状況だったんですね。剣豪将軍何して。名門大友が守護大クラスと一緒なのはいかがなものか、知ってた。我らがヒーローをしてるじゃん。価格破壊って言われてますけどね。ね、お値段の方の価格破壊は嬉しいけどね、そっちの価格は破壊されちゃ困るということですけど。さあ、で実際大友氏はどういうふうに価格の上昇を望んでいたかというと、まあもともとね、大友義仲とか大友義明とか、まあ、この辺りはずっと首里の大夫だったと。ところがですね、まあ同時期に首里の大夫を含めた四式大夫というのが全国に輩出されていると、まあ、これは何も義輝の時代からではなくて、その以前の天文年間とかから、まあ、徐々にこの首里の大夫とかが出始めてたという状況でありまして、まあ、ただ義輝期に大きく行われたというのは間違いないです。でその中でおそらく特にこの大友氏の逆鱗に触れたであろう事件というか事例がいくつかあって、
一つ目は同じ九州の肥前の国、これ肥前の国を治めていた有馬晴純という大名があります。この有馬晴純が首里の大夫任官と一時廃業、つまり首里の大夫に任官しろというのと、このおそらく有馬晴純の晴れという字ですね、これは将軍足利義晴の晴れの字であろうと、まあ、こういったことを幕府にお願いして通っていると。他にも日向の国伊藤義助、もうこれに至っては壇上昇筆任官と吉野字あろうことか将軍から字をもらうと言って吉野字の方をもらってるんですね。まあ知ってる方は知ってらっしゃると思いますが、将軍の字をもらうといった場合、上の字をもらうのか下の字をもらうのかというのがあって、足利義晴とか義輝の照の字とか晴の字というのは、まあ、まだもらいやすいんですが、この吉野字というのは将軍家の一字なので、まあ、吉野字をもらえるというのは相当レベルが高いお願いになりますけれども、まあ伊藤義助と名乗っている時点でお願いが通っていると。まあ、ただこの壇上昇筆は確か任官できなかったみたいな話がどっかに載ってたと思いますが、それはまた四式大夫のお話の時に詳しくやります。京さんお金もろたやろな。価格破壊をしたから幕府の権威が失墜したのか、幕府の権威が落ちるとこまで落ちてたから価格破壊をせざるを得なかったのか、これは難しい問題ですね。まあ、大友氏はこれに対してガチ切りをします。当たり前です。西国でそもそも四式大夫になれる家というのは大友大内のみでした。それにもかかわらず大友大内以外に首里の大夫を与えるだけでなく、なおかつ将軍の一字を与えたりしていると。まあ、これは大友からしたら価格の面で大打撃なんですね。旧来の守護家で非常に価格が高いということを自負していた大友氏からすれば、なんでこんな周りの弱小大名に、価格も低い大名にこんな厚遇をするんだというふうにガチ切りをしていると。完全破壊って書いてますけど、まあ、おそらくですね、この大友氏が左衛門守に任官されたのは、周りの周辺勢力が、まあ、ほぼ義輝のせいで官位が上昇してしまったと。でそれに対する抗議、そして幕府としてもですね、大友氏っていうのは結構、幕府の将軍と関係性が深いですから、まあこの大友氏を懐柔しようとした、幕府としても大友氏を大事にしてますよってことをアピールしたかったから、さらにその上の官職を与えざるを得なかったというような状況があったんでしょうと。だからまあインフレを起こしていってるんですね、官職のね。倍官で立たのしはまあ歴史ではあるあるではあるんだがっていうね。そうなんですよね、せざるを得なかったという状況が正しいかもしれませんね。肥前有馬氏については長崎歴史文化歴史文化博物館の大塚都市さんが現在進行形で研究中。ちょっとその研究もちょっと見てみたいところですが、まあ一回与え始めると止まれないという状況があったっていうのもあって、まあこれはね、一度与えてしまったが最後もうインフレし続けるしか方法がないと、どこかで歯止めをかけるというのがなかなか難しい状況にありました。でもちろんこれだけじゃなくって、他の大名も任官されている事例がいくつもありまして、左衛門守だと、伊勢、日記春貞、これちょっと僕もあんま知らないですけど、とか朝倉義景、他にも六角義春、この辺りが左衛門守に任官されてます。伊勢の日記氏っていうのはここまで残ってるっていうのがすごいですけどね。で他にも、上門守は渋川義元、これは九州短大校のお話の時にもしましたが、九州短大当時まだ残ってます。その渋川義元が上門守に任官されたとか、あとは毛利輝元が実は上門守に一時期なっていて、
で毛利家はですね、右衛門の神ではなくって馬の神が本来の関東なんですね。でなんでこの時だけ右衛門の神になっているかというと、おそらくは織田信長が介在していて、毛利輝元に右衛門の神になるためのまあ橋渡しをしたんですね。ところが皆さんご存知の通り、織田と毛利というのは手切れになるので、手切れをきっかけにおそらく元の馬の神に戻ったんじゃないかというふうに木下先生はおっしゃってます。こんばんはで、こんばんは。もうこの時点で吉輝の官位斡旋作戦のグダグダっぷりはない。もうね、斡旋すればいいってもんじゃないですからね。官位売るしかないなら作ればよかったのに、官位がないなら作ればいいのよって。そうですね。さあでですね、まあ東北とか関東の世界ではもっとひどくて、例えばですね、東北の田村貴明、黒人ですよね、おそらくね。で江差氏に関してはこれ確か葛西氏の所流かなんかだったかな、これ多分自称だと言われてます。こんなんって言ったら悪いですけど、こんなレベルでも左衛門の神に任官されていた。おそらくは古賀久保独自の任官です。で鎌倉久保からの左衛門の神に任官というのは、基本的に鎌倉府の基盤になる有力者に任官されていて、例えば宇都宮興綱、まあ、結城正和、結城晴友、まあ、この辺はですね、鎌倉府に近しい武将であったというところで任官をされていると。ね、田村貴明とか初めて聞きましたもん。ちょっと最近田村正和さんの話をしてたからなんかちょっとかぶりますけど、まあおそらく東北の黒人といって差し支えない武将ですね。それ江差氏とか知らなかったもん僕。田村氏はまだギリ名前は知ってたけど、知らなかった江差氏って。さあ今見てきたように、戦国期というのは室町期と違って多くの武士に、左衛門の神とか右衛門の神が広まりました。ところが実はね、兵衛の神っていうのは任官例が少ないです。ほんと一人二人しか任官されてない様子です。なぜか、これおそらくなんですが、食法期にその謎が解ける。食法期、まあ、特に豊臣政権期ですね、は左衛門の神への任官というのが続出し始める時期です。で堀秀政とか、この大関つけますっていうのは僕知らないですけど、調べ忘れちゃったな、これは。まあ、あとは砂金吾で有名な、砂金吾で会ってたのか。まあいいや、小早川秀明とかね、まあいろんな武将が左衛門の神になるんですけど、実は兵衛の神って結構制限されていて、これ喜連川氏の喜連川頼康とか喜連川国友とかにしか与えられてないと。ああ、那須の有力一門、そうなんですね、知らなかった。へえ。坂の上田村麻呂松江とかなんか、そうですね、田村氏はそれを受賞してましたね。あ、下野の、なるほどね。いや、これはちょっと存じ上げなかった。まあこういった形で割と左衛門の神っていうのは任官されてますが、兵衛の神が少ないんです、実は。でこれまあ喜連川氏が任官されているというのから察するに、これ多分鎌倉久保に気を使ってる。前回の様の神馬の神の話でもしたんですが、実は豊臣政権期にも様の神を名乗っていた武将を様の神辞めさせるっていう事例が何個もあります。でなぜかというと、様の神は足利将軍家の所管、つまりは足利将軍家が名乗る官位だとされていたので、豊臣政権がそれにはばかって
様の神を使わなかった、また足利と連想されてしまう様の神っていうのを避けた。でこれと同じく兵衛の神というのもおそらくは鎌倉公方を連想させる、そのために喜連川氏のみに許された官位でした。で実際豊臣政権期はこの喜連川頼康のことを鎌倉頼康とか、でその子供である喜連川国友のことを、鎌倉右兵衛の神と呼んでいた事実があって、まあ、かなり関東公方家を意識した扱いをしてるんですね。なのでおそらくは、兵衛の神の任官が少ないのは故意に制限をかけていた可能性があります。まあ、関東公方家の歴代の関東である兵衛の神には他の武将がなるのはちょっとどうだろうというふうに思って辞めさせたんじゃないかなっていうところですね。田村真の末裔だからって名字を田村にしちゃうファンタジー。田村大関は佐竹義重関連で知って、あ、そうなんですね。いや関東弱いのがバレちゃうな。柴田さん自称じゃないし頼朝の隠し子らしい。あ、果たしてだからか分かってた。そんなんあるっすね。知らないな僕もあんまり。さあそんなところで、まあ、豊臣政権期には、まあ、左衛門の神、上門の神というのは割と出てたようなんですが、兵衛の神だけが鎌倉公方に気を使ってというか、まあ、意識してあまり使われなかった。これが江戸家になるとどう変わるか。江戸家になると実は左衛門の神とか右兵衛の神というのは御三家の名乗る関東になってます。で例えば左衛門の神は徳川頼房を先例にして水戸徳川家の所管になってます。つまり水戸徳川家が一番最初に名乗る官位というのが関東というのがこの左衛門の神だと、そして右兵衛の神、こちらは徳川義直を先例として尾張徳川家の所管でありました。さあこれね、一応ですね所管とはしてるんですけど、実はこれ一時期しか名乗ってない、まあ、数年ないしは数ヶ月しか名乗ってないパターンが多くて、元服してから昇進する間の一時的な名乗りでした。まあとはいえ御三家がこの昇進して叙任される、三、例えば、中納言とか、まあ、そういった三義とかかなになる前に名乗る関東として使われてしまったので、喜連川氏を除くと実は他の任官吏がないんです、まあ、つまりはこの水戸徳川とか尾張徳川に気を使って普通の武将を名乗らなかったという関東なんですね。確かにキー殿がどうなってるんですかね。その話全く出てこなかったな。そう、キーは分かんないんだよね。キーは少なくともこの左衛門の神、上門の神とか左兵衛の神、右兵衛の神にはなってないです。何か別の関東になってるのかな。さあ左衛門の神、右兵衛の神以外にももう一つ特別視されているのがありまして、それが紀伊徳川家となれば気持ちよかったんですが、田安です。御三卿です。上門の神という関東は徳川田安宗武を先例にして田安家の所管になりました。ただ、歴史お詳しい方は、まあお詳しい方しかこの放送いませんと言っちゃったら申し訳ないな、詳しくなくてもいいんです。詳しくなくてもこの放送で知ってもらえればそれでいいんです。ちょっとでも興味持ってもらえればね、なんですけど、まあ、知ってる方も多いと思いますが、御三卿というのは徳川幕府がまあ中盤ぐらいになってからできた家です。というかまあ徳川吉宗の時代に作られた、田安家
でありますので、それまでは田安家ができる前までは井伊家とか池田家といった大大名、もしくは高家の大沢元隆なんかが任官されていたりしました。つまりは価格が高いとか、もしくは大大名、まあ、こういった人たちが右衛門の神になっていたという事実もあります。あ、初見です。動画から主を知りにさせてもらってました。ありがとうございます。ちょっと生声で生放送やっててね、ちょっとびっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ歌歌ってるからそんなにびっくりしないか。足なしといい田村氏といい、あそこの武将研究所が少ないのかな。なかなかね、東北のね研究って進まないですよね。まあ、最近恵比寿工場さんがね、東北の武士の本とか出されてるんでね、そのうち出るかもしれませんね。あ、そもそも喜連川氏は朝廷に認可されていたんでしょうか。これは前回の様の神の下りでもちょっと触れたんですが、喜連川氏は基本的に自称ですなので正式認可ではありません。なんで面白いのが、この木下悟先生の武家館への研究の中には表がいっぱいあったよ。例えば江戸時代に右衛門守、表右守になった人一覧みたいなのがリストでバーッと出てって、で任官時期とかがもちろん書かれてますね。任官したのがいつで、その官位を解かれたのがいつでっていうのがちゃんと書かれてるんですけれども、喜連川家のところはそこが真っ白です喜連川家の人間が任官されていたという部分は基本的に真っ白です。何も書かれてません。つまり正式な任官ではないと思うのが、まあ妥当なところです。はい、まあ、もちろん書かれてるのもあるんですけどね。ただまあ亡くなったとかそんな書き方なんで、まあ、亡くなるまで同じ簡易だったかわかんないですしねまあおそらく自称だと考えるのが普通でしょうと。あ、そうか、田安家か、松平定信が出たのは。この話なんか牛さんの放送でもやってたね柔軟剤の CM に出れるね履歴書真っ白みたいな感じですけど、まあまあ喜連川氏っていうのは一応価格的には高いけれども、まあかといって重要なポジションにつけるわけにはいかないレベルの価格の高さなんで、まあ足利家の末裔ですから、それをね幕府的にもどう扱っていいのかっていうのは難しいところだったんだと思います。で、まあ、以上見てきたようにですね、右衛門表右守の概要というのは食放棄から江戸期において喜連川氏とか徳川御三家が用いた関東についてはある程度任官が制限されていたとみられます。ただそれ以外については戦後期に比べて任官事例が多い傾向にありました。まあこの辺がまとめかなっていうところですね。まとめにしては軽いなと思った方もいらっしゃいますかね。なぜなら続きがあるからです。神だけでは終わりません。今回はなんとスケのお話もしたいと思います。そう、左衛門のスケ、右衛門のスケ、左兵衛の助、右兵衛の助はどうだったのか。律令の中では一つの官職に対して上助上左官と4つのランクがつけられています。上から上助上左官です。つまりは上の次というのは助です。なので、まあ、相当高い官位と呼ばれているこの右衛門の助、左衛門の違う右衛門の神、兵衛の神の次はどうなんだ。で実はですね、助に至ってもわりかし重要視されてました。で、まあ官職的には5位の官でありまして、まあ、そんなに高くはないです。ただ名家などの実務会人が任じられていたという過去があります。なんでまあ基本的には神と同じように、まあ、一つランクが下がったとしても同時に2人以上任官されることなどはあまりなかったと。公家の場合は
まあ、つまりは武家の場合は特例だったということですね。公家の場合はダブらせちゃいけなかったんですが、武家の場合は別だった。剣大記という日記の中に、これは象徴元年の記事ですが、芝持ち有という人物が左衛門佐に任官するにあたり、公家ですでに土御門嗣光というのが任官されていたことが問題になりました。まあ、つまりは公家ですでに同じ左衛門佐に任官されている人物がいるという状況でしたね。でちなみにこの芝持有誰なのかというと、芝義勝の弟です。芝義勝の弟にはその後義勝の後継者になったものの早死にした義里もいたんですが、そのさらに抜擢ですねが芝持有でした。で、この芝持有というのは左衛門佐に任官することになったんですけど、公家ですでに任官されていた。職事、まあ、これは官位関係を取り継いでいた職業ぐらいでいいのかな、感覚的にはね。四条高夏という人物が、まあ、すでに現任者がいると。でなおかつ土御門嗣光は俺以外に左衛門佐になっちゃ困ると、まあ、もともと定員一人ですから、まあ、なられちゃ困るということで総門には及ばないとしていました。まあこれでちゃんちゃんだったらいいんですけどちゃんちゃんにはならないですね。あ、確かにスケの方が歴史の方によく出てる。多分スケとかはね、あ、まあ後の時代になってどう扱いがなされてるかってことと関係してると思いますね。あとね、神スケ上坂の順番ですね。朝廷武家関東聞こえない見えない見ないふりさあ、これに実は待ったをかけたのが二条持元という関白でした。でこの当時の関白は将軍足利氏に対して公家での現任者がいたとしても武家には関係ないと一蹴ですね四条高夏が考えたことを一蹴しました。ただ困ったのは話を聞いた足利義教です。まあ、少々元年というのはまだ足利義教が将軍になって間もない時期です。なのでまだ彼が凶暴化する前です。なんで、まあ、当時相当おそらく義教は困ったことでしょう。武家転送の真出の皇子時久という公家に尋ねました。さあ、ではこの真出の皇子時久はどのように答えたかと。時久は左衛門佐の定員は1名である、次第の下地を経るなら一日でもいいので土御門嗣光が辞退した体にして持ち有の任官後に官補すればいい。ただ苦前案のみを出すのであればもはや関係ない。結果苦前案のみでの任官となります。これちょっと難しい言葉がいっぱい出てくるんですけど、次第の下地という方法で任官するんだったら一回やめさせた方がいいと。ただ不善やのみであればまあいいでしょうというふうに言って、結果的には不善やのみで任官されましたということですね。これがどういうことを意味するのかということですね。困った義教っていう文脈で笑ってしまう。困ることねえだろみたいなねお前困ったことなんてねえだろってみんなに思われてそうですけど、義教も困ることあるんです、いっぱい。っていうか政権の前半戦はめちゃくちゃ困ってるんですよ義教結構困ってるんですよ彼は。あの義教を困らせるのか。そう、まだまだね、まだ凶暴化してないんで凶暴化する前ってひどい言い方だよねなんかモンハンで言うところで怒り状態になる前みたいなひどい言い草ですけど、朝廷にお伺いを立てて決めるとかではなかったんですかね。さあ、これがどういうことなのかってことです。実はね、当時ダブルブッキング他にもいました。例えば吉良光貞は日野助則と左衛門佐を被らせてました。加えて
柴家の当主柴義重も西大寺高光という公家と西門之助を同時期に任官されています。でこれらは共に久善庵のみでの任官で武家と公家との競合を良しとしていた。何が違うのって話ですね。この次第の下地という方法と久善庵のみというのは一体どのような違いが存在するのか。さあこれね、末柄豊先生が、まあ、この関東に非常に関係が深かった信秀卿という人物について研究されてます。でこれに関しての論文というのが存在します。これ多分ネットで読めます。調べたら出てきます。当時ですね、この信秀卿というのは誰かというと中帝信秀のことです。でこの中帝信秀というのは実際にですね職事という役職にあって、まあ、朝廷と武家とやり取りをして官位を任官させるっていう職業、まあ、それの取り次ぎをする職業をしてました。なのでその中帝信秀ないしはそのお父さんの中帝信忠という人物が残したその関東を任官される時のやり取りを記録したものがこの信秀卿二行書案というものでした。まあ、資料ですねこれがね。なのでこの信秀卿二行書案っていうのはこの次第の関東が一体どういうふうに任官されたのかっていうことが割と事細かに書かれていると。でこれを研究した末柄豊先生の論文にヒントがあります。末柄先生久々の登場です。さっきから次第の下地と言ってるけれども、この次第の下地とは何なのか。これはですねいわゆる太政官での通達文のようなものです。まあ、つまりは朝廷を一つのでかい会社だとすれば、まあ、太政官という政治をする部署の通達文です。まあ、上から降ってくる通達文ですね。でこれ何が書かれてるかというと、まあ誰々にどういった官職を任官せよという通達が下ってきます。そしてその通達文をもらった朝廷内部の人たちが官職に関しては下記と呼ばれる人が位階3位に4位5位とか、位階に関しては内記と呼ばれる人物が、まあ、内記という部署の人って言った方がいいかな、がこの宣言の内容を通達伝達していって、これ誤認できるのでいいのかな、読み方怪しいけど、まあ、つまりは記録を取ってたんです。つまりこの次第の下地というのを通すとちゃんと記録が残る。朝廷内部で正式な手順で上に上げられて、そこから通達として下がってきて、こう誰々にどういう感触を与えますというのが記録として残る。あの会社行ってる方は領収書をあの上に提出するときの漢字を思い出してもらえればいいです。はい。で最終的に給与明細とかに旅費書いてくるでしょう。あんな感じのやり取りが朝廷内部でも行われてた。これ部員でいいんかな本当に部員でいいか。いやそう最近なんか違う本で誰かが本人って読んでたのを見た気がして、どっちだっけって思ってたけど部員でいいか。まあ文民できるようでいいかな。まあ、つまりはですね記録がされてたと。これどういうことかというと、記録が後世に残って先例となるっていうことです。朝廷内部に誰々にどういう官職を与えた、どういう位階を与えたかというのが記録に残って、何年にこういう官職が与えられてますねっていうことが先例となってしまう。これは大きなことです。そもそもですね官位の叙任、まあ任叙っていうのは天皇の判断によって決定されるものです。さっきですねあの人事部長みたいなものかって言ってくれた方もいらっしゃるんですが、実は違ってて、官位官職というのは人事部長命令では出せません。社長命令です。これは、まあ、つまりは天皇の判断によって出されるということですね。
例えばですね、これ実際にそうだったのかっていうと、実際にそうだったっていう事例があって、三部の晴臣という人物が延徳2年に、自分の郷に任ぜられた時、この三部晴臣というのは大宮長興という、これも実は同じ一族の人なんですが、この大宮長興が以前実はこの自分の郷に任ぜられたっていうことを知ってしまったと、まあ、おそらくは同族で同じ官職を名乗るっていうのが嫌だったんでしょう。業務郷に変更したいと、まあ、こういうふうに白川忠臣王というですね、まあ、これも三部晴臣が、朝廷に対して自分の郷に任じてくださいという時のやり取りというかね、その取り次ぎをしたのがこの白川忠臣王という、これ神下伯の人ですが、白川忠臣王に依頼しているので、まあ、同じように忠臣王に対してやっぱり業務郷に変更してくれないかと、ちょっと自部郷じゃ具合が悪いというふうに言ったんですね。これどうなったか、結果一蹴されました。なぜか、忠臣王は何と言ったかというと、天子自ら、まあブレキと呼ぶのかな、じゃあねブレキをご覧になったと、まあ、つまりは天皇自ら誰がどの官職になったかという履歴を見た、その上で、あ、今この官職は空いてるなということを確認した、そして任官された。つまりは天皇自らが任官した官職なのだから、これに変更を求めるべきではない。つまりこれどういうことか、次第の下地を通して任官した場合、天皇に任官の責任がある。これは非常に重要な事実ですね。だって官職官位を任ずるだけだと簡単なことです。それこそさっき言ったように人事部長がね、人事命令を出すっていうようなことだったらいいんですが、これはですね、そんな人事部命令とかいうレベルではなくて社長命令なんです。なんでもしこの人事が間違っていたとか問題があったとすると、社長責任になると、天皇の責任になると。じゃあ不全案のみって何なの？というと、不全案は確かに不全案を発給する際に総門を経る、まあ、つまりはこういう官職に一応任ずるっていう話は入れるんですけど、記録に残らない、まあ、つまりは形式上天皇が任官したことになっているけれども、こいつに任官させるということを決めているのは室町殿です。非常にややこしいですけどね。まあ、つまりは天皇に対しては武家側でこういう任官をしますよっていうことを報告してるだけっていう形式になる、まあ、つまりは任官したその責任自体は天皇にない、幕府が決めたっていうふうになるんですね。これが大きな違いです。なかなかこれのね、権限がどうなのかっていう人も聞いてる方もいらっしゃいますが、これもねややこしいんですよ。そう、これ例えばね、この中身家の信胤が実際にこの記録を残している同時代、当時の将軍は足利義久でした。足利義久の側近に対してこういう職につけてくださいとお願いをしたら通っちゃう世界なんですね、これ。なんで当時朝廷に対してその関東のやり取りをする関東奉行っていうのが本来いるんですけど、それすら任官されてないとか、まあ、そんな状況もあったんですね、まあ、つまりは分かりやすく言うと、この不全案発給っていうのは結構手順がうやむやです。任命責任は将軍ってことにしとくけど、朝廷には全く影響が及ばないような任官方法であったという風なのが正しいのかな、うん、ちょっとこの辺の話をまた詳しく調べてみたいと思いますが、そんな感じだと思ってもらえればいいかなと思います。そうです、決めるのは将軍、認めるのは天皇なので、それを決壊した時に責任が問われるのは将軍です。
なアホなと思いつつ中世だし仕方ないよかと思う。さあ、まあ、つまりはこれ結構敏感されてるんです左衛門佐。公家においてはまあ天皇のね直接的な任命権がありますから、まあ、あまりバンバン出すということはできなかったんですが、武家においては、まあ、足利家が任命してるんだからいいだろうみたいなところがあって、結構たくさんの武将が念じられています。でその一覧としてはもうし一覧に出すレベルでもなく、芝畠山山名吉良渋川石橋石堂大島と、まあこれ足利一門です。足利一門に多く見られる関東であった。まあ、さっき出てきた芝氏も途中で左衛門の助になって、そこから上門の神になってた事実もありましたしね。幕府の方が実態としては権力を持っていて久前庵を朝廷に飲ませていたということですが、多分実態としては公家は知らんって思ってたと思います。一番ね分かりやすい話があって、この中帝信秀っていうそのこの関東をね誰に任命したかっていうやり取りをね書き記した公家は武家でね、まあ、いわゆる正式な手順を踏んでない人の関東に関してなんてメモをしてるかというと、武家は沙汰のほかであるというふうにメモをしていて、どういうことかというと武家はどんずりに値しないまあつまりはどうでもいいと武家はしゃあないみたいな書き方をしてるんですね。なんで本当にうやむやだったんだと思います多分まあもちろんそれは一度総門したりとかいうやり取りはあるものの、まあええやろみたいな感じで任官されていた節がおそらくある。まあ現代的に言えばなんて言ったらいいんだろうな、悪い言い方すると隠蔽ですね悪い言い方すると隠蔽工作に近い。武器だからどうでもよしある意味浮世離れしている公家。まあ要するに任官したと、朝廷側で天皇がこういった職に任官しましたという記録が残らなければそれでいいんですそういうことです。公家側としては朝廷内部で天皇がこんなまずい任官をしたんだっていう記録が残らなければ問題外なんで、責任の朝廷は取りませんと、で記録も残しませんっていう方式だったらいいよっていう暗黙のルールみたいな感じで行われてたってことですね。さあ、まあ、そんな状況もあったので、まあ、結構いろんな武士に左衛門佐は任官されていました。で室町家には信濃小笠原氏なんかも任官されると。で例えば延徳2年、まあ、これも先ほどの中帝信忠の話と近い時代ですが、白川雄喜氏の所流、大峰友忠でいいんだっけこれ、また読み方それちっちゃよ、友則だっけ友忠だっけ、もう思い出せないまた調べないといけないよ、友信でした、失礼いたしました。大峰友信という人物が首里の大夫に任官されるという事件っていうかまあそういったことがありました。で、まあ、実はこれこの任官された時に判明することなんですが、実はこの首里の大夫に任官される前左衛門の助でした。まあ、つまりは足利一門どころか東国の白川雄喜氏の所流である大峰氏というのが左衛門の助に任官されていた。でこれおそらくまあ、お峰氏の所領というのが
関東に対する欧州の窓口にあたる位置にあったために、幕府から、まあ、関東の、東北側の抑えとして考えられていたので、まあ、価格が上がったんじゃないかなという事例ですね。なんで、まあ、足利一門とは言いながら、まあ、いろんな武士が任命されていたというのが事実です。まあ、たださっきも言ったように足利一門がよく任ぜられたということがあって、左衛門佐というのも全国各地で使用されてはいるものの、任ぜられた武将が一応は足利一門に任ぜられる官であるという認識は、まあ15世紀末とかぐらいまでは残ってたんじゃないかなという話があります。それがこの事例で、小友衆の赤松憲実という人物が左衛門佐に任官した際の文書、まあこれ書状でしょうね、おそらくね、の中に、この関東は一段の偽候五門せられ候方ならでは、なられざる候、うわ難しい。まあつまりは足利一門じゃないと任じられない官であるということを認識していたということですね。まあ、なんで一応15世紀から、まあ、16世紀初頭ぐらいまでは、まあ、官位として割と上の官位だということは、まあ、認識している人は認識している。まあ、特に赤松氏なんかは足利一門ではありませんから、まあ、そういったところの認識っていうのが特にあったんでしょうというところですね。ただ16世紀中頃にもなると大名の家臣でも名乗るようになると、まあ、つまりは、まあ、15世紀の末とか16世紀の初頭ぐらいまではまあまあギリギリそういう感覚が残っていたんだけれども、もう戦国時代も中盤後半になってくると大名の家臣ですら名乗れるようになっちゃうようになると。で、豊臣政権期には事例は少ないものの結構任官されていて、例えば真田左衛門佐、幸村っていう風にね、大河ドラマの中では言われてますが、真田信繁とか、相良頼房とか、まあ、こういった人たちが左衛門佐に任官していると。まあ、おそらくはもう左衛門佐が特別扱いされていないんでしょう。足利家が任官された玉の神とかはまだ大事にされてましたが、その一門衆が任官されていた助というのはもはやその跡形もなく、まあ誰でも認可されていたというのが実態でしょう。まあ、そのような状況になっていたということですね。あ、そうですね、白川は陸奥の窓口、玄関口、そうですね、まあ、そのために関東と、東北の窓口っていうところで重要視されていたらしいですね。いびき、わいらも頼朝公楽園説があるから源氏の可能性があるって、みんなじゃん。まあ赤松憲実は大友衆だったから余計でしょうね。幕府に近い存在だったからこそそういうことが分かってたんでしょうね。そうなんですよ。なんでもともとは左衛門佐もまあまあ高い関東だったんですけど、ただ真田とかでも名乗れちゃうような関東に変わっちゃったというところですね。さあ長く見てまいりましたがまとめに入ります。右衛門兵衛守に関しては公家でも最初は2位3位4位のもの C のものが任官される高官でした。まあ、相当高い官位だったんですが、室町家の芝氏をはじめとして任官頻度が多くなる。まあ、つまり芝氏が任官されたあたりから、左衛門守に、畠山氏が任官されて、右衛門守に山田氏が任官されたというふうに、まあ、ちょこちょこ、任官されるようになった。まあ、ただ価格が高い家に限定されていたということは事実です。でなおかつ、公家でも、院外化してないので基本的に武家も公家も1名しか任することができないというルールは守られていた。
ただ、戦国期以降、公家との競合は次第に問題ではなくなってしまって、多くの武士が左衛門のためを名乗るようになると。ただ一方ですね、表意の神は鎌倉公方の末裔である喜連川氏が残ったということもあって制限があるということもありました。メロ家にも御三家の官位となった左衛門の神とか、まあ、そのあたりは任官が避けられていたという事実もあったというところで、まあ、おおよそのところでいくと、最初は高官だったけれどもだんだん任官される機会増えた。ところがまあ江戸時代になって重要人物が任ぜられると、またそこで任官に制限がかかったというふうな、まあ、まとめになるかなというところですね。以上、参考文献は以下の通りです今回結構調べたんですよね意外と時間がかかっちゃいました。次回はひょっとしたらこの松山先生の官能の上覧以降の桃の石の聖堂表を紹介するかもしれないです。面白いコメント来てますね。赤松のりざねの左衛門の助任官は文紀年間の吉住期という状況もあるんでしょうね。なるほどね。将軍家の争いか。確かに。なるほどね。左衛門の神は名ばかりの管理職みたいな感じ。もう一個の方は野球の永久欠番みたいな感じなのですねまあ確かに近いですね。さあというわけで、論文を読む第2回、結局武衛はどうして武衛なんでしょうか早く僕に中世武家界の研究を借りさせてください早く僕に借りさせてください以上論文を読もうでした本当に誰が借りてるんだろうな。ずっと借りられてるんだよな。今夜も山城が室町通り旧花の御所よりやってる気持ちで生放送。チャンネル登録者4000人を超えてもやることは何も変わりません。普段は絶対できないっていうか、そもそも知ってる人がいない、そんな歴史の話をたくさんしていきましょう。歴オタのたまり場をどうぞこれからもご贔屓に。オールナイト幕府別の図書館に行くしかないのではというお方がいますね。私が別の図書館も調べてないとお思いですか？調べた上でないんですよ。ちなみに別の図書館というのは大学図書館で、今コロナ中だから行けないんです。以上です。姉を舐めて東照院ですか鬼瓦さんを舐めてるってことですか
借りられないなら買ったらいいじゃない。売ってねえんだよ。ネットの隅々まで探して売ってないんです。日本の古本屋、六一書房、本とアマゾン、どこにもなかったです。なんだったらあそこにもなかったわ。あのなんだっけ、メルカリもなかったわ。主さんは研究者の方ですか？ いえ、一般人です。普通の人です。普通の天狗です。天狗ではないです。あ、千葉県立図書館にありました。いいね、羨ましい。兵庫県立図書館にもないのに。あれ、兵庫県立図書館ないのかな、わかんないや。うちの、僕の近くのこう一律の図書館にはないです。ちょっと遠くの一律の図書館に借りに行ってます、僕も。で、そこが借りられてるんです。すいませんね、ちょっと飴舐めながらなんてあんまりバーッと喋れないんですけど、今日視聴者すごい多かったですよね。200人超え結構行ってましたよね。そう、まあ、今は多分あのいつものメンツが残ってるんだと思うんですけど、結構見てくださる方多くて215人とか行ってましたね。そうだからね、もうあまりにも借りられないもんだから初めて予約しましたよ。今まで図書館で予約とかしたことなかったけど初めて予約した。多分これずっと借りられ続けるだろうなと思って、だったらせめてコピーかなんかでも撮ってね、写真かなんかでも撮って、あの使う、まあね、あの資料にしようかなと思ったんで、まあさすがにね、あのね、僕が借りたからといって僕もずっと借りれることはできないでしょうからね。よく考えたら研究所全くない本田忠和で卒業論文できたら論文しかないってことですかね。研究所はないけどっていう。言われてみたら右京の大仏様が別の図書館を当たって、いやー、そんな謝るようなことじゃないですよ。僕もちょっとネタでコメント使わせていただいただけなんでね。国立国会図書館にはおそらくありますよ。でもね、基本的にね、国立国会図書館、ああ、でもいけるのか。そう、国立国会図書館ね、全部コピーできるかというとそうじゃなくて、ページ数多いと コピーできないとか、著作権の関係でね、あるんで、そうか、あ、一部だったらできるな。でも半分も読んでないからな。そう、変えたらもう勝ってるんです。勝ってるんですよね。買えるもんだったら買ってます。売ってないんです、どこにも。そう、びっくりしますよ、本当。中世武家官位の研究、どこにも売ってないですか、今。ああ、地元の図書館は今ネット予約と受け取りだわ。そうですよね、入れないとこもありますよね。そうだから大学図書館がね空いてないから、大学図書館にそのね一般利用申請出して借りに行くってこともできないんですよね。でマジで手詰まりでね。何の話をするって言ってたっけ。なんかいくらか話するって言ってたよね。忘れちゃったよ。何かの話をするっていうことを放送内で言った覚えはあるんだけれども、何の話をするって言ったのかが覚えてない。なんだっけ
あ、そうだ。お弓久保か。それがね、僕のメモに取ってあるかな。メモに取ってるかもしれない。お弓久保も。てかね、足利何々っていう名前を見ただけでは僕はお弓久保が誰かが判断できないんですよ。関東弱いから。どこだマジで。これか。あー残念。お弓久保乗ってないな。これ多分小学帽しか乗ってないのかな。足利重氏の後ろに乗ってるのが足利正氏、高本、春氏、義氏だけですね。吉種派の連中がその本を山積みにしている様を想像しやくさい。迷惑な、迷惑な一族だな。ああ、言うて私も初代義明しか知らん。そう、全然わかんないんだよね、海久保。そう、ただこれ見る限り乗ってないね。うん、あ、やっぱ小学帽なんだね、全員ね。乗ってないんだ。足利義明さん、検索候補で足利義明ですかって出されて、かわいそう。かわいそう、それはかわいそう。違う、映ってんね。町って中学の日本史の分野だとすごくあっさり流れていくので興味が湧きますね。さらに本当ですよね、室町時代って徳川幕府と同じぐらい続いてるっていうことをまず知らない人が多いと思うんで、室町時代も250年ぐらい続いてるんで、ね、それぐらい歴史が深いし、江戸時代はずっと江戸幕府だけど、室町時代は初期南北朝、中盤室町幕府、そして後半戦国時代っていう、このオンパレードっぷり面白くないわけがないんです。地元が香川県なんですが、戦国初期の話に地元ゆかりの人物ばかり歴史の表舞台に出てくるのを感心しながら歴史の本を読んでた。そうですね、香川県さぬきか。さぬきは確かに出てきますね。特に阿波も一緒に出てきますね。150年続いている平穏とは言っていない。もう江戸幕府も確かに動乱は何回かね、その体制が揺らいだりっていうことはまあ何度かありますけど、その体制が揺らぐのレベルがね違うんでね。江戸幕府はせいぜい幕府内での権力闘争とかね、後継ぎ争いとかそのレベルですけど、室町幕府は幕府が壊れるレベルの争いが何回か起こったんですけどね。よく幕府断絶しなかったなっていうのが何回かありますからね。一般人お弓久保どころか鎌倉久保すら知らないし、そりゃそうですね。鎌倉に将軍がいたっていうと、鎌倉時代ですかって言われそうですよね。鎌倉久保もいたんですよっていうね。
そうなんですよね、強いのやら弱いのやら。それこそ谷口先生の新しい本ね、武家の王足利氏の中でも言われてましたね、足利がなぜ滅びなかったのかっていうね。直系で250年続きましたね。確かにそうですね。まあ直系で続けざるを得なかったからでしょうけどね。だって足利幕府は御三家とかがいて、それに継がせるっていうことができましたけど、足利家でいうところの御三家になりうるような人たちは皆死んでますから、だいたい足利家で御三家みたいなポジションになりそうになったやつは間違いなく粛清されるんで、まあ嫡流で続けざるを得なかったっていうふうにも取れますけどね。例えば足利義継とか、多分江戸時代だったら間違いなく御三家扱いになってたんでしょうけど、足利義継も殺されちゃうしね。第一鎌倉公方ですらね鎌倉公方ですらあれだけ幕府に反抗するんですからね。ああ、山田先生の共通利益に対しての谷口先生の共通価値は分かりやすい考えなら確かにね、利益があるから、あ、要するに戦国武将にとって利用する利益が足利将軍家にあるから足利将軍家を存続させていたっていう意見と、足利家が武家のトップであるっていう共通の認識っていうのがあった、この両方があって初めて足利家は存続しうるという考えが谷口先生の考えですね。ただながせやろかそこが悪いのはちょっと NG でただながって本当にそこ悪かったんですかね、あんま知らないんだけど江戸時代。違うわ、そこ悪かったのはただなおか。反抗するな任務ですから。陸奥将軍府なんてドマイナー扱いですしね。それでいうと今回の官職妖怪っていう本をね買ったんですよ。今回武家官位の研究っていうのをね、もうこれからシリーズ化してやっていくつもりだったから、官職についてねまとめられた本が欲しいなと思って、その官職妖怪っていう本買ったんですよ。これ本当にいくらだったかな、1500円ぐらいなんで、皆さんも買うといいと思うんですけど、買うといいと思うんですけど、すごいなんか押し付けがましいけど、でその中で鎮守府の欄があって、まあ皆さんご存知の通り鎮守府って鎮守府将軍とかって呼ばれたりするんですけど、あれ読み方的に将軍と書いて神っていうものが正しいんだなっていうのを僕は知らなかったっていう確かに冷静に考えてみると、神助上左官だから鎮守府の神、鎮守府将軍と書いて鎮守府の神っていうものが正しいのかっていうふうに気づいて、でも全然なんか入ってこない体に入ってこないよね。あそこ悪かったのはただてるか。そっかそっか。でもなんか忠長もなんかそんな話
なかったでしたっけ、わかんない、葵徳川情報なんてあれドラマだからね、真に受けちゃいけないんだろうけど。あーそっか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 、タラナガってその人か、あれあれですよね、なんか鷹狩りするところで猿殺したみたいな話ありましたね。ちょっと青いとこがサンでどこまで信じていいかわかんないけど、でもあれはすごいいいなんかね、いい大河ドラマでしたよね。公家のお話もどこまで本当かわからないですが、天皇は血縁が絶えずにずっと続いているっていうのも当時の将軍とかにメリットがあったからそうだったんでしょうね。まあそうですね、そうですね、まあ、これ言うと元も子もないですけど、征夷大将軍って朝廷の官職ですからねそういう問題じゃないだろうって言われそうですけど、でもまあそういうことですよ、後ろ盾っていうのはそういうことですよね。権威としての朝廷が残っていることが大前提ですからね。鎮守府大将軍の私は鎮守府大神なのか神様になっちゃいましたね。確かに本当ですよね、大将軍って書かれたら大神って読まざるを得ない。あ、忠輝も忠直も忠長もそこ悪いエピソードあります。そっか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 、将軍家の分系というかね、兄弟筋、あるあると言ったらあれですけどね。あ、江戸初期確かにね、江戸幕府初期ってね、武断政治って呼ばれますけど、そう、これ僕も高校生相手に日本史を教えてる時に何が武断政治なのかというのを説明したことがあって、改易されてる武将のリストを見せたことがありますね。どんだけの人が改易されてるのか、大始めの改易があるっていうあれ恐ろしいよね。大始めで御社とか退社するのはわかるけど、大始めで改易するのやばいよね、冷静に考えて。将軍の代が変わったから見せしめになんか改易しますみたいなね、あれ恐ろしいよね、冷静に考えて。戸様とかね、豊臣王子だった大名の子息とかもうたまったもんじゃないですよ、なんなので、ね、加藤義明の子孫とかがそうでしたっけね、確か大始めの改元とか言われて、改元じゃないわ、大始めの改易とか言われて改易されてたの。戦国時代は兄弟殺してる武将はいっぱいいるから、徳川時代になっても3代目ぐらいにはまあ当然だったのかも。結局兄弟はね、一番血筋が近いから一番自分になり変わる可能性が高いということですからね。あ、
そうですね、忠直も柴家パターンですよね、確かにね。あ、加藤忠宏か、そうですよね。あの見せしめの怪役は怖いですよね。数代それをしても続く地盤の強さ、それはありますよね。室町時代でそれやったら暗殺されてますからね。室町時代でそんなことやったら将軍が暗殺されるのがオチですからね。やっぱ軍事動員力の差がでかいですよね。そうですね、足利家にはそれを止める圧倒的な軍事力がない。まあ軍事力はあるっちゃあるんだけれども、絶対的に足利家のために動いてくれる軍事力っていうのがないんですよね。確証がないんだよ。足利家に一生従ってくれるっていう確証がない。なんか前もこんな話したよね。江戸時代、結局足利幕府が滅びないためにはどっからやり直せばいいですかみたいに言われて、高氏のところからかなとか言って、前回もこんな話しましたよね。あ、そうですね、由緒説あたりからこれはまずいのではって。そうですね、松子養子の緩和が入ったのもそのあたりですよね。でもあれは多分あれですよね、普通に家督相続で断絶する家が多かったから、転換を強いられたっていうところが多そうですけどね。家康は足利のしくじりを研究してたんだろうか、というか幕府政権を立てるまでの道筋の問題だと思いますよ。戦国大名みたいに徐々に自分の領国を広げていって、家臣団を広げていって幕府を作ったっていう形態じゃないんで、足利幕府は。足利幕府はどっちかというと、室町幕府のもともと討伐軍だった一部隊が反逆を起こして、その結果成功してしまったから、全体的に、あ、じゃあ鎌倉幕府には従いませんみたいな状況になってしまったってだけで。だから成り立ち方が違いすぎるんですよね、幕府になるまでの道筋が違いすぎるんで、そもそも研究云々の話じゃないと思いますね。だから多分鎌倉幕府討伐軍が反乱の総大将になっちゃったことが、まあ、室町幕府の基盤が弱かった原因だと思いますけどね。僕は対抗する一大勢力として力を積み上げていった結果、鎌倉幕府を倒したわけじゃないんで、そこは結構でかいと思いますけどね。今日行ってきた学会でも、幕府が土葬や酒屋を軍事力として編成していたという話を聞いて、本当に軍事力を困っていたんだな。そうですよね、直轄の軍というのがないからですよね。足利家の子がいた奉公衆、奉公衆でしょうね。だからそのね、奉公衆っていうのが最盛期でも3000とかそんぐらいしかいないんで、
足利尊氏打つ説なんてありましたね。そのね、足利尊氏打つ説は俺はあんま信用してないですけどね。確かにまあ動き的には相通のような感じもまあ感じられないことはないですけど、にしては後半ずっとやる気出しすぎでしょっていう感じがあるんで、叩き上げ政権とタラボタ政権まあまあ何とも言えないですよね、うん、本当によく続いたら足利将軍家で、まあもちろんその状況がね違いすぎるんで何とも言えないですよ。もちろんそれだけじゃないと思います。だって、まあ、そもそも荘園制がね壊れてないっていうこともでかいですし、検問がね土地を支配してるっていう状況もでかいし、朝廷の領地とかね自社検問の領地が武士以外の検問の領地が普通にバンバンそこら中にあった時代とそうじゃない時代ではまた違うし、うん、いろんな原因はあると思います。公衆だと小部隊が何個もある状態だから指揮するにはそうなんですよね。直轄軍あくまで将軍の親衛隊なんで、それ自体が強大な軍事力となって一つの家を作るレベルにはない。その武士の所流の寄せ集めといったら悪いですけど、まあ、そういう感じなんでね。足利氏に喪失が遺伝している、ちょっとどこのそれ話か分かんないですけど、僕は足利氏に喪失が遺伝してるんだったら足利義胤は覚醒遺伝ですよね足利義胤はどっから出てきたんだったんですよ。あの人一生やる気の塊でしょ死ぬ2年前ぐらい以外は一生やる気の塊ですよね。足利義胤とかで吉政もそうですしね。吉政もやる気の塊ですし、あの人もただやり方が悪いだけで。早々期に南朝や忠吉屋との戦いをしながら基盤固めしないといけないって時点で相当ハンデ。やっぱ南朝がでかいですよね。幕府は公的な倉庫を持たず自社をバックにする土葬を公庫としていたそうですからね。そうですね、室町幕府に安定した経済収入基盤というのがなかったっていう話ですね。あ、吉政のことを知れば知るほど無能な働き者という言葉が浮かんでくる。そうですねまあ吉政もね何とも言えないっちゃ何とも言えないんですけど、あの人もまあ状況が状況だったっていうこともあるし、まあ、ただ芝家への扱いは悪いと思う。芝家への扱いは俺も悪いと思います。畠山家とかはちょっとしゃあないかなというところもありますよね。あれは大名同士の派閥争いも絡んでるんで、あれを収めろっていうのは至難の業ですけど、芝家に関してはちょっと関東久保との戦いを意識しすぎた結果っていう感じがしますよね。
あ、仕掛けシスターとかが晩年打つの可能性も、まあ、晩年は確かに足掛けシスターの晩年は確かに、酒に溺れたという話がありますね。そうなんですよね。そう、うつとか個人的な要因で政治状況を見ようとすることには慎重であれば、そうなんですよ。だからその結局のところはそれって個人の力量を評価しすぎてるっていうことになるんですよね。だから結局、足利尊氏一人が打つだろうが、その家臣団が動かすわけですよ、言ってしまえばね。だから本当に足利尊氏が使い物にならなかったんだとしたら、他の人物が絶対代わって出てくるでしょうし、逆に言えば足利尊氏に使い物になる要素というか、普通に武将として活躍できるだけの要素が備わっていたからこそ、総大将としてあれだけ軍を展開しているんでしょうしね。だからその結局その武士の、こいつが病気だったからこうだったんじゃないかとか、鬱だったからこうだったんじゃないのかっていうのは、ある意味でその武士を高評価しすぎてる、一人の力で何でも動かせると思いすぎてる節はあると思います。で、全部が全部そいつのね、考えたことで動くわけじゃないし、でそれこそね、畠山人とかね、もう畠山持国とか持国自身全然正常に機能しているのに、義則からの咎を恐れて持国を隠居させたりとか、当主からの座から引きずり下ろしたりするレベルの家臣団がいたりするわけですから、まあ、そういった状況を見てても、武将一人がダメだったからといって、その政治的状況がね、暗転するっていうことが考えれるかというと、僕はそうじゃないんじゃないかなという気がするんで、まああんまりね、まあおそらく小鹿神さんもそうだと思うんですけどね。義政に対して批判する気持ちはわかるけど、自分側の立場で他にやりようがあったかと言われると答えが出ない。出ないですねまあ難しい状況だったということはありますよね。まあ、いろんな歯車が悪い方向にたまたま動いた結果、あんだけの平らになってるわけで、たまたま畠山家の弟が早死にして、たまたま義成っていう子が生まれちゃって、たまたま出自が低くてで、たまたま義成が強かったとか、たまたま芝氏の当主が早死にしたとか、まあ結局は偶然の塊ではあるんですけど、義政が文化に逃げた、政治意欲に乏しい将軍とされていたことが衝撃だわ。まあでも結局のところ、今までのその応仁の乱における応仁期っていう軍記物の影響がでかすぎたんですよね。で、あの軍記物で日野富子が暗躍しているという説が流布してしまったことが、まあ一番の原因でしょうね。で、なんかその姉さん女房感がね、出てしまったんでしょうね。おそらくはその義政が尻に敷かれてるっていうようなイメージもその辺から来てるんだろうなと思いますね。まあ、あとは文化に造形が深かったイコール政治的には微妙、武将としては微妙っていう、そのよくある勘違い、武将として有能だからこそ武芸だけじゃなくって文化にも秀でているっていうのはよくあることですしね。まあ義政の場合、武芸には秀でてないですけどまあ政治的調略にも秀でてないですけど、まあ文化に傾倒したからといって政治の世界を嫌がったかということにならないと。
そうですね、本当足利義和がね、そこで歯車狂った感はありましたね。なんで義政に政治やる気ないキャラにされてたんですかね。多分文化に傾倒してたっていうのと、応仁期の記述の中で日野富子が悪者にされてたからでしょうかね。その影響がでかそうですけどね。晩年は政治に干渉することを控えて要望を持ってくるものを拒否ったりしたからでは、相当晩年ですけどね義政がそうなるのって本当に晩年の晩年ですよね。もう義久政権の後半になってからですね、確かね。富子は義樹に毒を持ってますから、まあ、確かにね。トミコは言われるほど悪くないけど、悪くないというには握手してる。ああ、どうなんですかね。正直、いや僕そもそも日野富子って冥王の政変は別ですよ。冥王の政変は結構日野富子はキーマンではありましたけど、応仁の乱から応仁の乱後半にかけての日野富子ってそんな重要人物でもない気するんですけど、僕正直。まあ、確かに、武将たちの和睦交渉を仲介していたっていう時点では、まあ実験的なところでね、力は持っていたんでしょうけど、そんなっていうほどではっていう。で、日野富子自身は結局、義政、義久がいてこその日野富子であって、で日野富子自身の力として実際に発揮されるのは、自分の実子がなくなって義種を、まあ、貢献するような形になって、まあ、最終的に義澄派に移るんですけど、そういった場面では富子はおそらく主体的に完全に動いてる感じはしますけど、まあ、多分義政とか義久の時代っていうのはあくまでその将軍とか幕府を立てるっていうポジションからは外れてないんじゃないかなと思うんですよね。そんなに主体的にバンバン動いてるって感じでもないとは思いますよ。あ、お邪魔しました。楽しかったです。おやすみなさい。ありがとうございました。ちょっと遅くなってしまってすいませんね。いつもこんな感じなんです。応仁の乱の時代に銀閣を作ったという現代人的な違和感もあり、それはね、現代人的な違和感ではないと思いますよ。当時の人もはぁとは思ってたと思いますよ多分ある程度批判的な意見は当時もあったと思いますよ。そりゃ、まあ、御花園天皇がね、今いさめるそのね、漢詩を書いたっていう、まあ、あれも本当か嘘か分かんない話なんですけど、まあ、というか多分本当じゃない話らしいですけど、まあ、そのいうエピソードも書かれるぐらいですから、まあ、少なくとも当時の人から見ても、ちょっと傾倒しすぎじゃないかっていう感覚は多分あったと思いますけどね。そうですね、富子自身は、そう、ごめんなさい、そうですねっつってコメント全然読まないで、そうですねって言っちゃったけど、その仲違いしてますね。で、結局のところ初期は足利義政の御台として、そして後半は足利義久の聖母として、で最晩年は足利義種義澄の後援後ろ盾として活躍したっていうのが、まあポジショニング的には妥当なとこかなって僕は思ってます。で、結局日野富子的にも義久のそもそも
育て役、養育役だった伊勢氏が失脚して、伊勢貞道がまあその後出てくるっていう状況があったりしてるの で、 で一時期日野勝光が出てきたりもしますけど、日野勝光もね割と早めに亡くなったりしてるんで、だからやっぱそういう状況もあったのかなっていう気がしますね。伊勢氏がちょっと不安定だったっていうことをもう関係してたような気もせんでもない、まあ、ちょっとこの辺は分かんないけどね、どこまでその日野富子に自主的な考えがあって、どこまで政治に自ら介入しようとしてたかってめっちゃ難しいとこなんて、ちょっと何とも言えないですけど正直。ああ、鬼の乱勃発時点ではむしろ文書の精鋭の報復を恐れる必要がある立場、そうですね。すごい、もうコメント読むのが遅すぎて全然全然ついていけない。少なくともメンタルは激強確かに。富子が世間ではあれだけ悪女扱いされてるのはどうかと思う。まあ仕方ないですよね。何でしたっけね、畠山氏と細川氏の和睦のために作られた話なんでしたっけね、大人気ってね。違うわ、え、そうだっけ、なんかそんな話でしたね、確かね。だなんかの和睦のために日野富子をスケープゴートでしたみたいな話でしたよね、確かね。その辺の話を忘れちゃいましたけど、詳しく畠山正永 B 期としては富子は畠山義成を許容した点で NG です笑った。そうですね、正永を見捨てましたからね、日野富子は。そうですね、吉政よりも現実主義的だったのかもしれませんが、そうですね、足利義久の、母として幕府で、いろいろ後ろからなんかいろいろやっとった時期ですよね。ああ、そうだそうだ、高国と久信ラインか。国と畠山久信、吉種派の畠山久信が和睦するために作られたっていうところでしたかね。で、応仁の乱での対立っていうのを、日野富子のせいにして、畠山家で細川家は日野富子がいなかったら、いい感じになってたんだよみたいなことを言おうとしたんでしょうね、おそらくね。そうだから完全にスケープゴートにされたっていうのが正しいと思います。武家同士の和睦のためにスケープゴートにされたと。メンタルフィジカル部門ね、そんな部門作っちゃったらどうなるんだろう。確かにそういう部門作っても面白いかもね。弱い慣例とかビステルに限る、辛いこと言うね。正永と吉成屋で戦をする人たち、そうね、幕府内でね争いますからね、足利義久と吉政が。あ、無双部門から票が流れてきた、確かにね、そっから流れてくるか。高氏もなかなか、そうですね、まあ、
吉谷吉正辺り強そうですね。確かに。なんか皆さんメンタルが強いというよりかは面の皮の厚さで判断しません？そんなことないですか？なんか面の皮の厚さランキングみたいになってる気がするんですけど。そうですね、高牛も高そうですけどね。あ、こんばんはってこのタイミングで来る人がいる。ありがとうございます。特殊な体勢はぶっちぎりをしてね。吉野さんはメンタル弱そう。確かにね、あの人はメンタル弱いからこそああなったっていう風に考えられてますからね。吉野メンタル最強に見えてすぐ家出するからな。確かに。あれはメンタルが弱いからなのか、はたまた大名たちを困らせるためにやってるのかがちょっと微妙なところですけどね。ほぼやべえやつランキングでさ。やべえやつランキングはなかなかですね。やべえやつランキングなんかやり始めたらもう全員やべえやつになっちゃうから何とも言えないですけど、全員やべえやつ要素がどっかしらありますからね。まあ舐められないようにしないといけないことは室町将軍だけじゃなくて、もう室町時代の武士全員に言えることですけどね。さあもう12時が近づいてまいりましたね。そろそろ切り上げましょうか。吉谷には羽村美津忠があそこまでヘイト貯めてたことに対してどう思っていたのか聞いてみたいです。確かにね、わかんない。吉谷も共同戦線って思ってたのか、やりすぎだよと思ってたのかわかんないところですよね。まあ何とも言えないですよね。側近だから、まあ吉谷の思う通りに動いてたとも言えるけど、難しいところですね。さあそんなところで、こんな遅くまで158人。ありがとうございました。ちょっと芝がなんで武衛なのかっていう話は持ち越しなんで、ちょっと次回できたらいいんですが、できるかわかんないですけど、まあ、できたら話します。ちょっと武家会員の本をとにかく借りることを最優先に、まあ、予約してるんで、いずれ僕の手元に来ます。手元に来た暁には解説を加えたいと思います。そして来週6月5日、もう6月かい、もう上半期が終わろうとしてますが、6月5日は最新動画がアップされます。室町ゆっくり解説第16回。まだ何も皆さんには言ってませんよね。何なのか何をやるのかすら言ってないですが、まあ、第16回は基本三好元長と細川晴元の側近の話がメインです。なのでまあそちらの方もぜひお楽しみにというところで、というわけで来週は動画が上がりますので、またそちらの方もお楽しみというところで、今夜は終わっておきたいと思います。すごいね、150人超えまだしてんだね。というわけで以上、今夜のお相手も右京の対正元でございました。また次回お会いいたしましょう。さあ私次回は簡易の話になるか、桃の石の話になるか、お楽しみに。予定は決めたけど内容ずっと決めてないんだよな。申し訳ない、そこは申し訳ない。ありがとうございました。